皆さんこんばんは、ワドです。今日は2017年9月の5日、12時44分です。よろしくお願いします。はい、ワード2、コウタさんいらっしゃい。コウタさんいらっしゃい。はい、サキンチョ、こんにちは。すげえ綺麗。そう？あ、今日はあれじゃん、昼までカーテン開けてるから、多分光の入り方が違うんだよ。色合いが違うんでしょ。夜はほら電球だから自然の光でしょ。自然光だから綺麗なんだと思うよ。はい、いらっしゃい。ガルダいらっしゃい。バルーンありがとう。フォローありがとう。一緒いないよ、今。一緒いないよ。お昼休み中に配信者だ。来ました。麦さんいらっしゃい。風船ありがとう。誰も石のネタに触れない空気何？いや、普通に聞いていいよ。気になった人は。別に空気とかじゃないでしょ、そこは。普通に思ったことを聞いてくれたらいいよ。いや、荷物置いてないよ、俺の家には。
置いてない置いてない。今飯食ってきた。で、帰りになんか寝袋買うって言ってたから、俺帰るわっつって、配信で稼がないとっつって。偉い、偉いっていうのは一種のが俺が偉い、偉いがよくわかんないな。イメージが上がる配信者と絡んでください。彼の口の利き方には救済の難しさを感じます。ガルーダさん、ちょっと立てつくようで申し訳ないんだけど、大事なこと言うから聞いてね、ガルーダ。俺は自分が誰と絡んで、誰と配信やるっていうのは全部俺が決めます。これは俺の配信なんだ。で、気に入らなければ見ない。気に入ったら見る。これはずーっと言ってることなの。ずーっと言ってることなのよ。そう。俺が俺の配信の主導権を持ってる。で、気に入らなければ見ない。気に入ったら見る。俺は自分の配信の内容は俺が決めるから。支援者さんでも俺の、どんなに金を積まれても、俺が誰と絡む、どうするっていうのは俺が決める。それは俺は配信者として誇りを持ってるからさ、申し訳ないけど、誰々と絡むな、誰々と絡めっていうのは受け付けません。ただ声は聞くけどね。それは覚えといて、ずっと言ってることだから、配信者として。気持ちが辛くなりすぎたら落ちて、楽しめたら見るね。いるね。それ正解だって思うよ。支配まではしたくない。そう、意見は受け入れるけれども、そういう気持ちがあるっていうのは受け入れるけれども、俺は自分の人生を誰かに委ねたりはしないから。石野の生き方についてどう思う？俺はね、人の生き方について口を出すのは野暮だと思ってるから。俺、誰の人生でも別に生き方は否定はしないし、肯定もしない。まだ仕事中だからちゃんと見てない。とりあえず会えたのですか？会って飯食ってきたね。放送やって。で、YouTube ライブやったね。YouTube で。そう、石野がバンだから、今。もらいバンしたくなかったから。申し訳ないんだけど、YouTube ライブやるわ、つって。もしよかったらチャンネル登録しといて、YouTube。俺は誰の人生の干渉もしないけど、自分の人生も干渉されないようにやってますね。何があろうと短絡的に嫌ったりしないよ。ブッディストなも慈悲を分かってる。でも、イメージが上がる配信者と絡んでくださいっていうのはエゴでしょ。俺は自分でそのイメージ上げるために誰かと絡むっていうのは、そういうのは自分のエゴだからやらないよ。いや、風船ありがとう。配信歴長い鮫島さんは偉いんですか？配信歴長い人はリスペクトはあるけどね。つべライブにコメントできなくてつらかった。ミコロクさんね、ステアカ作っておくといいよ。 Google ステアカ、ミコロクっていうステアカ作っておきなよ。放置するのも愛なのよ、私的には。まあそういう愛情があるとは思うけど、そういう愛情があるのもわかるけど、俺は今の意思のほっとけないっていうのは事実だよ。後で見てみて。お、マイネーだ。マイネーいらっしゃい。好感度上げるために配信やってるわけじゃないかんね、俺は。生き様で稼ぐために配信やってるわけだからさ。まあ俺の気持ちは今話した通りだよ。いつも話してる通り。俺が絡む相手は俺が決めるし、俺の配信内容っていうのはリスナーさんがアドバイスは受け入れるけど、それいいねっていうのは受け入れるけど、聞くけど受け入れるかどうかは全部自分で決める。居候は3日、いや、居候っていうか、まあ、住ませてって話になってなかったから、困ったら連絡ちょうだいっつって、お前水臭いところあるから、それ寂しいから、
どんな些細なことでもいいから風呂入りてえとか充電したいとか、どんな些細なことでも言ったら、あ、いいから電話くれっつって、わかりましたっつって、じゃあなっつって、それで終わり。あ、飯食ってきただけ。まあ生きててよかったよ。俺らが思ってたよりもあんまり動じてなかったね。俺らが思ってたよりも普通だったよ。俺もほら、のんちゃんがよくいるから、まあ一人暮らしだけどさ、昔とはちょっと状況が違うから、それはまあ一種のがよく分かってるし。でもまあね、雨風しのげねえっつうのは本当にやべえかんな。苦言を伝える努力をする人って嫌いじゃない。個人的にはさっきの YouTube のラスト付近の石野さんはひどかったから、一にリスナー側の気持ちを伝えちゃったんだ。なんか誤解しないでほしいのは、石野が言ったことと俺が言ったことは切り分けないとダメよ。もちろん分かってるとは思うけど、リテラシーがない人は放送は向いてないと思う。例えばリスナーが言ったことを、本当にそんなこと言ったんですかとか言う人いるけど、言ってないけどっていう、言ったことは言った、言ってないことは言ってないだから、じゃあ俺に直接どう思ってんのって聞けばいいだけだと思うよ。頼りやすいっつうか、まあなんだろう、俺は仲間っつうかね、友達だと思ってるから、俺はね、向こうがどう思ってるかは知らんけど、まあ頼ってくれよっつう、なんかあったら。借金してでも花火投げろという人は神経図太い。俺はそれはちょっと違うかな。借金してでも投げろとは思ってないから それなりに誰が言ったの？すげえ発言だな。浅井さんの気持ちを考えたら同じ類の気持ちで板挟みになってると感じた。ん？どういうこと？板挟み？ごめん、ちょっとよくわかんねえわ、ガルーダ。まあ、さっきも言ったけど、人の生き方に干渉すんのは野暮だよ。粋じゃねえよ。みんなそれぞれ正しいと思ってる生き方を全うすればいいんだから。人様の人生は変えらんないんだよ。他人と過去だけは変えられないと思ってる。他人と過去は変えられない。自分と未来だけ変えられる。以上です。たまにいるのよ。誰々とコラボしたから見損ないましたとかさ。何を見損なってるのかよくわかんないけど。嫌なら見んなっていう。これは見てもらえたらウェルカムだけど、本当に大事にするけど、見て文句を言うのはどうかと思う。そういう感じかな。和道さんとは仲良くしたいけどセットだと辛いんだろうなって想像した。誰が辛いの？誰が辛いの？寝てないよ。ていうか起きてからずっとだから、朝5時ぐらいに起きたんだ。今日はもう4時間やろうかなと思ってたから。もうちょい稼ぎてえなと思って。もしよかったらアイテムで応援してください。浅井さんの気持ち？あ、妄想はしても意味ないよ。浅井さんの気持ちを考えても、それはガルーダの心の中の問題だから。そう。誰かを鏡にして代弁してるに過ぎないから、それはやめた方がいい、その考え方は。浅井さんは浅井さんの生き方があって、俺は浅井さんの感情っていうのは直接裏取るから。だから電話したわけだ。
だから妄想とか想像っていうのは自分の中にあるものしか出てこない。ガルーダガンを持ってることを人にかぶせて言ってるだけの。それは卑怯なやり方だよ。社会が許しませんよとか。いや、お前が思ってるだけだろ。世間が許しませんよ。いや、お前が思ってるだけだろ。なんで私はこう思いますって言えないのかって。浅井さんだったら、いや、浅井さんの生き方を知らないはずなんだよ。むしろ俺の方が知ってるはずなんだよ。ああ、ルピカいらっしゃい。風船ありがとう。だから自分の意見言わないと。人がどうとかはやめよう。ガルーダはガルーダがどう思うかを知りたいし。浅井さんは浅井さんの考えで動いてるわけじゃん。1万2万じゃ話にならん。それなら花火、そんな花火ならいらん。50万くらい借金して投げてくれ。そう言ってたな。そして最後には花火投げてのコメントだった。石野が？おお、なるほど。まあ、人の交友関係と、人の価値観、生き方には口出ししない方がいいよ。石野の借金してでも、あれは自分見てたけど笑った。なんかでスイッチ入って、でも次役ではまた元通りになった。人と人とのつながりは他人の気持ちを想像して気遣うことの繰り返し。私はいつも相手の気持ちを想像して気遣いながら生きてる。いや、ガルーダ、それとこれとは違う。浅井さんだったらこう思うっていう、思うっていうのは自分の発言なんだよ、ガルーダ。浅井さんが何を考えてるかをガルーダは知れないんだよ。それを知ったふりをするっていうのは妄想でしょ。それは気遣いではないよ。と思うよ、俺は。ガルーダの思ってることを誰かの、誰かだったらこうなんじゃないっていうふうに考えちゃってるだけ。何度も言うけど。自分の人生を生きよう。俺はでも、何だろう、まあ、石野がリスナーさんに嫌われるのも分かるし、分かる。石野はリスナーさんに嫌われるのも分かる。でも石野の言ってることも分かる。だけれども、石野を助けようとしてる人間以外、誰かに助けてやれよっていうやつはどうかと思うっていうかさ。例えばね、誰々助けてやれよ。いや、お前が助けろよっていうのは思うかな。マナちゃんはだついらっしゃい。自分だってね、何かしらの応援ってできるわけだから、応援する気があるんだったら自分でやりなって思う。行動以外何もね、生まれないから。コメント書くのもこう行動だし、頑張れよ石野っていう、あんだけ叩かれてる中で頑張れよ石野っていう発言をしてた人もいたからね。昼飯はね、石野とよく行ってたんだ、昔。久々食ったよ。帰ったよ。ろはかさんいらっしゃい。俺はざまあ見ろっていうリスナーよりも頑張れって言ったリスナーの方が好きだな。まあね、そういう時にこう、この人はこういう人なんだっていうのが見えてよかったよね。まあ、俺は何だろう、風船1個でもお金だし、俺のね、やっぱりね、食わせてもらってる1円だろうが、アイテムいただくっていうのはさ、本当に気持ちがこもってることだと思ってて、俺のこと食わせようと思ってるわけだ。
ありがたいよね。うん。ありがとう。花火ありがとう。あ、風船、違う違う違う。ハートありがとう。気を使ってるとか言ってる人間はいつも他人に期待してる。私を褒めて。気を使ってる？誰のこと？おう、ヘタレンさんいらっしゃい。チャス。ありがとうね、ピンさん、ハート。まあね、その、ほら、なんつうの、気持ちじゃない、アイテムは。アイテムは気持ちだと俺は思っていて。で、貧乏な人も金持ってる人もそれぞれありますよ。うん。ね、1000円投げれる人と1円しか投げられない人。まあだけど、その、俺はよく言ってんだけど、俺のことを本当に応援してくれてんなら1円でもいいから金を払ってくれってお願いしてる。うん。なんでかっていうと、0と1は全然違うんだよ。0と1は全然違うんだよ。うん。1でも、100人が1投げてくれたら100だから。うん。で、その余裕があるんだったら1000投げてくれる人もいるだろうし。うん、そうそう。0と1は全然違うよって言って。で、言葉で言えるよ。ごめん、今金ないからアイテム投げらんねんだ。でも応援してるよって。でも、その、100円ぐらい入ってっから。日本人で。小学生でも100円、1000円持ってるよ。で、1000円全部投げろっていうわけじゃなくてさ、1円でもさ、いいからさ、気持ち投げてくれよって。それ俺のパワーに変わるんだよね。そう。俺のパワーに変わるから、パワーくれよって。みんなから。うん。俺の彼女だよ。一生の居場所は俺から言うことじゃないかな。プライバシーがあるからさ。うん。おお、鉄間さんは、大変だった？おつ？リュウホーデスマスいらっしゃい。マルさん、バーガーありがとう。じゃ。誰もお前に気を使ってくれなんて頼んでない。何の話をしてんの、田原さんは。うん、どういうこと？うん。ワッキーさん、こんにちは。どうも。何の話をしてるか全然わかんねえわ。おい、メリンコワダツ。ワドさんどうしたの？ どうしたんだろうね。普通だよ。どうもしてないよ。ハートありがとう、メリンコ。石野は勘違いしすぎ。おー、すいません。アーさん、花火ありがとう。アーさん、ありがとうございます。頑張ります。ありがとね。石野は勘違いしすぎ。ワドのリスナーにあの言い草はないわ。まあでも、それは全部自分に返ってくるわけじゃん。石野がやったことは石野が受ける業だから。俺から別に石野に言うことは何もないよ。全部返ってくるからね。いい行いも悪い行いも。俺は石野が報いを受けるんでしょ。俺からなんか石野に言うことはないよ。まあ、俺は言わないけどね。その、なんだろう。アイテム投げねえ、勘違いだとは思わないけど。おい、舞さんはどつ？パフェありがとう。ありがとね。俺はそんな風にはみじんも思わないよ。アイテムくれてる人に感謝。でも、説教する気はないかな。まさか月初めにブロック全解除してます。してますよ。俺は昔からそういうスタイルでやってるよ。金一族の集いさん。知らなかったの？俺毎月ブロック解除してるよね。月1回ね。ありがとう。そこだよ。リスナーは応援してくれてるんだ。彼はそれをゴミと言う。石野はいくら配信キャラを作ってても。あ、キャラ作ってないよ、ピンさん。ハートありがとう。キャラ作ってないよ。本当に心の底からああいう人なんだよ、石野は。偉いとか偉くないとか、別に、俺は普通にありがたい。あることが難しいで、ありがとうの。で、ありがとうの反対の言葉は当たり前なのね。だからアイテムもらえるは俺は当たり前だと思ってないよ。あることが難しいって。ありがとうって。あいつに説教しても、
なんて読むのかわかんねえな。ごめん。よくわかんない。俺説教なんてするつもりない。俺だって俺あいつより偉いと思ったこと一回もないもん。石野より偉いと思ったこと。全然知らなかった。いや、ありがとうってもともとそういう意味だよ。あることが難しい。機会が難しい。この出会いが難しい。こんな状態にしてくれてありがとうだから。当たり前の反対言葉だよ。あ、石野、元気だった。飯食って帰ってきた。コピちゃんにいらっしゃい、和田つ。和道さんが手を差し伸べている場で、手を差し伸べたわけじゃないよ。なんか勘違いしないでほしい。なんか偽善だとかなんだかんだとかよく言われるんだけど、最近。別に偽善とかするつもりもないし、偽悪もするつもりないの。善も悪もどうでもよくて。俺は普通に心配だから相手、それだけ。なんつうんだ、めんどくせえ。偽善だとか偽悪だとか、いい子ぶってるとか、いい人ぶってるとか。知らない。俺はどうでもいい。損だとか得だとか。心配だから会う。以上です。気持ちをつかんでほしかった。哲学的ですね。めんどくさいよね。マサヤさんいらっしゃい。オオカちゃんいらっしゃい。バカありがとう。実質的チャンスだった。まあそれをチャンスと捉えるかさ、なんか普通のことだと捉えるか、その人のセンスの問題だから。石野っていう友達がいんのよ。まあ友達が普通にね、俺は石野のいつも言ってるけど、まあ石野が俺のこと友達と思ってるかどうか置いといて、俺は石野のこと友達だと思ってるし、俺は石野のファンなの。前からずっと一貫して言ってるけど、俺は普通にファンなの、彼のファンなの。ほんとそれ以上でもそれ以下でもない。あ、だからさ、ピンチさんさ、それが面白いところで、やっぱり、自分の中から出てくるものなんだよ、言葉って。次はくっつうか、ちょっと手洗ってくるわ、薬塗ったから。次、帰ってきたらそれ話す。例えばなんだけど、言葉っていうのは思考なんだよ、心なんだよ。言葉は思考で、思考は心なんだよ。パフェありがとう。でね、言葉っていうのは自分の物差しでもあるの。心にもないことは言葉にできないの。考えたことも思考したこともないことは言葉にできないじゃないですか。だから普段考えてる自分の物差しが言葉になるの。だからその人の言葉って実は誰かに向けて発してるようで、全部自分が普段考えてることなんだよ。そう。だから、1たす1は何とかだろうっていうふうに他人をそういうふうに言ってるけど、自分の中に内包してるものだと思ってる。だからブーメランが存在するんだよね、この世の中には。そう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 、言霊って。まさに言葉が思考を作るわけだし、思考が言葉になるわけだし、つながってると思ってるんだよ。なんか言葉って大事だなって思うよ。あとはまたつ。そう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 。だ普段思ってないことを出ないし、絶対出ないんだよね。どうだろう、わかんないよ。それは知らん。それはわかんない。それは本人に聞かないと。けど珍しい。深みんさんね。
寝ないよね。あ、一生は別に今でも俺のこと嫌ってんじゃないの？わかんないけど。それはわかんない人の気持ちだもん。彼が俺のことどう思ってるかなんかわかんないよ。あ、でもさ、今後はさ、ちょっと話変わるんだけど、石野とコラボするときは YouTube ライブでやるから、YouTube ライブもしよかったら登録しといて。今後は、YouTube ライブでやります。あ、ありがとうございます。頃の和道に対する嫌悪感は一生から感じられなかった。わかんねえけどさ、そんなやつのファンやめとけよ。俺はその時系列っていうのをすごい大事にしていて、そのなんつうんだろう、浅井さんが出てけって言わなかったら絶対あんなこと言わなかったと思ってんの。なんだろう、もっと俯瞰して見てて、そのポイントポイントで見てないのね。あの流れでそういうふうに悪態をついたことに関しては、俺はまあ、ひどいセリフだと思うんだけど、その、ただ言ったわけじゃないでしょ。再三優しくて好き。いきなり言ったわけじゃないじゃん。それは、なんかその、なんでもないのにいきなり言ったんだったらあれだけどさ。こんにちは。ありがとう。バルーンありがとう。まあまあ、それでね、損をするのは浅井さんだろうし、浅井さん、なんつうんだろう、浅井さんがそれは決めることだよ。それはだからさ、ガジラの生き方じゃん。まあ、俺が言うかっつったら言わないけど。わかんない。知らない。差別用語かどうかはわかりません。俺の生き方というより人として、人としてなんかどうでもいいじゃん。人の価値観なんか無限にあるし、時代によって価値観なんて変わるんだから、それって自分の意見を何かになすりつけるのは良くないと思うよ。俺はこう思うっていうのを思ってた方がいいと思うよ。
心理学上は思考にないことは出ないのの定義は通用しないんですね。そういう病気もあるので。おお、私だって医師のライブは面白い、危険な匂いがして楽しみだった。ただ単発の相手もゴミと言い始めてから嫌いになった。コメントも入れてたし、ゴミアイテムも投げてた。ほうほうほう。まあね、気持ちを投げてて、なんかゴミって言われたら嫌な気持ちはするわな。そうね。知恵遅れが差別用語なのかどうなのかっていうのは分かんないけど、まあ人を傷つける言葉だよね。昔ニコ生やってましたよ。まあまあそう思ってるんじゃないの、石野は。はい、ワード2。はい、そうそう、お疲れ。素直に表現するやつは、まあ一種のドストレートド直球だからな。まっすぐすぎるぐらいだから。まあでもみんななんだかんだ言ってね、一種の一種の一種のって。でも見ちゃうんだ、見なきゃいいのに。なんか俺がよくわかんないな。なんでその嫌いなものを見るのかっていう神経がよくわかんないから、嫌いなものは見れないんだよな。そこはよくわかんねえわ。嫌いなものを見る神経がわかんねえ。こんにちは、青いサンゴさん。ドブ器用でもあったりするのか。釈迦が鳴かないときは機嫌がいいのかな。いや、リラックスしてるときだね。羽を繕ってるときが多いと思う。要は他のことに集中してて、遊んで遊んで思うとないの。初見さんいらっしゃい。ねえ、マナちゃんは見たことないよね。あんまり、マナちゃんに見せたいとは思わないかな。教育上あんまりよろしくない。石野康介を中学生に見せるのはどうかと思う。石野帰ったっつうか、別れたね。飯食って、寝袋買うって言ってたから。で、風呂、腹いっぱいで風呂入れないっすわって言ってたから。じゃあ俺は配信でちょっと仕事するわ、つって。稼がないと、つって。で、解散した。石野さんの枠は見たことない。和道さんとコラボで見たぐらい。ほうほうほう。ステラさん、風船ありがとう。後半の浅井さんへの恫喝が怖い。ほうほうほう。まあまあ。まあまあ。なんかね、俺の、じゃあ、石野の感想を言うと、すげえなんか、自分に似てる部分があって、ファンとして、いや別にないよ。ないないない。だからみんなが嫌いかどうか俺関心がない。もともと。俺が好きか嫌いかだけだから。まあ嫌いな人多いだろうなとは思うの。正直な まあ嫌いな人多いよなっていうのは分かってるから。全然いいの。そこは、心苦しくはない。ただ、なんだろう。俺がなんであいつのことを好きなのかなっていうのを考えた時にさ、多分その、かっこいいと思っちゃうんだよね、あいつの生き方が。すげえパンクだし、ヒッピーだし、あーって。で、あいつ、すげえ鋭い、なんか、
なんか人間としてっつうかさ、社会の本質をついた言葉みたいなのたまに吐くんだよ。なんかそのフィルターがないっつうか、偏見がないっていうか、たまにそのズバッとこう刺さる言葉を言う時もあるし、あのやっぱ憧れるんだろうね、ああいう生き方できんのかなっつう、その、あ、ロック、あいつロックミュージシャンだったりラッパーとかだったらめちゃめちゃかっこいいんだろうなって思うけど、なんかそういう憧れ、ああいう生き方かっこいいなっていう憧れがあるんだよね、俺。普通にだからファンなんだよね。かっこいいんだよね、あいつ。働きたくないとか生活保護は無理とか、なんとかしてるけど、成立してる。例えばだから、その、なんつうんだろう。例えばさ、俺が生活保護を受けて、あいつをこの家に住ませてた時に、俺生活保護者なわけじゃん。で、あいつホームレスで困ってて、俺の家使えよって言ってるじゃん。で、生活保護かっこ悪いって平気で俺の前で言うんだよ。すごいじゃん。俺さ、びっくりするんだよ。俺生活保護なんだけどなとか。で、お前俺に世話になってんじゃねえのかなって、ここまで出かけるんだけど、言わないけど、生活保護とかダサいっすね、みたいな。すげえなと思って。なんかこう、気持ちが良くなるよね、なんか。髪結構前から染めたよ、そう、お父さん。なかなかだよね。俺はなんかすげえなとか思うけどね。なんか好きなんだよ、そういう。 そういうなんかいろんなところが好きだね。一種はなんで暴言吐いたのか、一種のしかわかんねえよな。俺はわかんねえな。なんで吐いたんだろうね。発達障害なのかな。すごいよね。まあまあ、でも、まあ嫌いなんだろうなとか。なんか俺、裏表があるやつとか大っ嫌いなの。上辺使うやつとか。そう、自分の言葉、自分が思ってることを誰かはこう思ってるんじゃないとかいうやつ苦手なのね。だからあいつって自分の言葉を、どんなにひどい言葉だとしても自分の言葉をちゃんと言うのよ。だから、そう、憎めないんだよな。すげえいいんだよね。人の顔色見て発言するからイライラする。じゃあ俺の放送見なきゃいいじゃん。石野は米拾って答えてくれる。結構律儀。ごめんなさい、もうちょっと石野くんという人を見ないとわからないです。いや、俺別に石野放送を 広めるつもりないよ。別に見たけりゃ見りゃいいし、見なくていいと思ってるから。自分の気持ちながら相手に対して傷つける言葉を投げられたら本当につらい。まあそうだよな。医師の今どこにいんだろうね。まあ俺は発達障害だよ。肯定するところは肯定するっつうか、いや別に肯定も否定も何も。なんか、なんだろうな。なんか見なきゃいいんじゃねえのかなっていう。なんかその、アイテム、花火を投げる人以外は別にいらないって言ってるわけじゃん、本人が。それでアイテムを投げる方の心理がよくわかんないの。アイテムを投げないでコメント書く人の心理がよくわかんないから。だからね、石野と絡みたかったら花火投げればいいのにって思うんだけどな。普通に思っちゃうの。本人が言ってて、なんで嫌がることやるんだろうって。で、風船とか彼は求めてないわけじゃん。だから投げるってことは嫌がらせをすることになっちゃうから、なんでその本人がちゃんと明示してることをやってあげないんだろうっていう疑問はあるかな。ハートプレゼントありがとう。そこがよく俺には分かんないところだね。だからね、彼と絡みたかったら花火投げろって言ってるわけだから、花火投げりゃいいのにっていう、絡みたかったら。いや、だから30分で人は一回花火が上がんないと喋らないってスタイルだから。まあ彼がそのルールを作ってるわけでしょ。
低気圧さんいらっしゃい。コメントとアイテムが絶対以上。詐欺っぽい。詐欺なのかな。どうなんだろう。俺は、ね、そこは人望。人望っつうか、なんだろう。なんだろう。ねえ、わかんない。よくわかんないけど。いや、だったら、そのブロック入れられても文句言えないわけじゃん。あ、花火投げてもブロックするよ。石野は。いや、俺の考え方じゃないよ。言っとくけど。俺はフォローしてもらったり、コメント書いてもらったりするの応援だと思ってるから。で、一番上の応援の仕方がアイテムだと思ってるのね。まず見てもらうことが応援だし、そのコメント書いてもらうこと応援だし、フォローしてもらうの応援って順番なの。で、最高の応援の方法がアイテムもらうことなんだけど、彼は、アイテム以外いらないって言ってるわけだから、アイテムをもらってから会話をするっていう。で、みんな知ってるわけじゃん。俺人望語ってないけど。そう。だから無視すればいいのになぁとは思うけど。どうなんだろうね。俺はよくわかんないよ。よくわかんねえわ。全然よくわかんねえわ。ホストやりゃいいって話。いや、別に配信やっていいんじゃないの？わかるっしょ？もう傷つくことがわかってるから見なきゃいいのになぁとは思うけど。だからその価値観を変えさせようとしてるわけだ。結論、配信者も客商売。客商売なのかな？どうなんだろう。あ、客商売か。アッコさん、こんにちは。ワドーツ。この間、石野さん、ワドーさんといたとき、初めて拝見しました。まあ、客商売か。そっか。客商売なのかな。まあ、寝るところはね、とりあえず布団がないの大丈夫かとは思って。寝袋1000円で買ってきますって言ってたから、大丈夫だと思うんだけど、寒いんだよ、こっから。ありがとうも言わなかったし、投げてた人も今投げたのにって言ったのにブロックしてた。酔ってたせいもある。だからさ、なんだろね、不特定多数で無料で見れるサイトだからな。石野の考え方は向いてないとは思う。まあね。そうそう、じゃあ見ないでいいんだ。風船もふわっちが販売してるものだからね。それを否定する配信者は A 版にするべき。まあまあ、運営からバンされたわけだもんね。あ、愛子さんね、面白いよね。ニーズあっての商売っていう意味では合ってるんじゃないの？どうなんだろうね。だから俺だったらだけど、石野のルールっていうのをまずテロップに出しておいて、もう本当にブロックしてきゃいいのにって。黙って、イエローカードがいらないと思ってて、なんかその暴言吐いちゃうからバンになるわけじゃん。本当にただブロックすればいいのになっていう。下のテロップ読んでくださいっつって。それだったら絶対ね、揉めないよね。どう？それだったら揉めなくない？テロップに書いておいて、花火一発で30分喋りますって、それ以外はブロックしますって書いておいて。でもイエローカードなとかゴミがとか言わないで、もカチ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 ってひたすらブロックすればいいんじゃないかなと思って。どうなんだろう。それだったらなんか運営の問題にならなくない？別に。なる？書いておく。明示しておけばならないのかな？どうなんだろうね。そう、俺は暴言が問題があるような。ツーショットチャットをやれ。だからツーショットチャットだよね、本当にね。石野が求めてるの。
おお、ツーショットチャットか。ほう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 。アンチがいてこそ、アンチがいるのは配信者だ。あ、俺も同意見かな。惚れさせたら負け？よくわかんないけど、それ。惚れさせたら負けなんて話した覚えないんだけど、よくわかんねえ。和道さんや香川プロみたいな人気配信者になるためには、まず配信者に笑顔で明るく対応すること、閲覧者に。あ、俺でも結構笑わない方なんだけどね。 俺笑顔少ない方だから、笑顔増やさないとなとは常々思ってるけど、歪んだ笑いだから、俺性格が屈折してるからさ、そこは直さないとね。和道パパの中継大好き、ありがとう、マナちゃん。よっさんくらいのはその考えでも良いが、大して知名度がないやつがそれやっても結局普通にやった方が稼げると思う。うん。無条件で応援したい。まあ難しいよ。金絡むと。難しいよ。ああ、人当たりいい方かな。そうかな。まあでも、考え方歪んでるとは思うよ。普通じゃないとは思うよ。理路整然としてて、和道さんの考えは素晴らしいなんてないよね。くっていうね。屈折した考え方だし、偏った考え方だとは思うけど、でも、やっぱり、食わせてもらってる身だから、俺は。わかんないよ。みんながどんな生活してて、例えばさ、俺たまに思うの。のんちゃんと配信切って思うんだけど、配信切るじゃん。切った瞬間に、のんちゃんさ、多分、俺のアンチリスナーは、俺のことブサイクって言うわけだから、モデル級で、エグザイルとか、ジャニーズとかに、ジュノンボーイとか余裕で所属できる顔を持ってて、俺のことニートって言って、まともに社会生活を送れないっていうわけだから、最低でも一部上場企業とか官僚クラスの、勤め先があって、俺のこと貧乏っていうわけだから、月収100万以上、まあ少なくとも年収1000万以上の収入があって、車も持ってねえのかよっていうわけだから、ランボルギーニとかフェラーリを乗っていて、で、のんちゃんに対してババアっていうぐらいだから、もう超芸能人クラスのモデル級の、どんなやつなんだろうねって。俺のアンチリスナーは、もうジュノンボーイで、官僚か上場企業で、家は豪邸で、フェラーリかランボルギーニに乗ってて、で、年収1000万クラスですごいねって、俺のアンチリスナーはって。言って、俺とのんちゃんがよく配信外で笑ってるんだけど、そう見てみたいよねって。やっぱり和道アンチリスナーはすごいねって言って、いつも笑ってるんだけどね。だってそういうことでしょ？うん。多分ね、ハーバードとかなんだろうね。ハーバードとか、マサチューセッツ工科大学とか。いや、だからそういう、いや、何、目くそ鼻くそなわけないですよ。マサチューセッツ工科大学、ハーバード大学、ケンブリッジですよ。うん。いや、そう、トータルするとそういうことなんじゃないかっていう妄想をして楽しんでるんだけどね。うん。よっさんやドローン少年は、閲覧相手に金銭振り込みを要求するやつは最悪。見ていて気分が悪くなるよ、あいつらは。うん。トメトさん、こんにちは。いや、だね。だからすんごい人生なんだろうね。で、毎日毎日一日8時間ぐらい俺の放送でコメント悪口書くと。あ、睡眠時間を削って俺の悪口書いてるわけだから、もうすごいよね。すごい人生だよね。窓はぶれないから安心。自画自賛も昇進も全てはと。うん。
俺はまあその人生全部ネタだと思ってるからね。 だからたまに言うんだけど、例えば石野を探しに行くっていう枠をやったら配信外でやれっていうリスナーがいたの。俺コメントあえて返さなかったんだけど、配信外でやれって、もうそしたらお前まずそもそもコメントすらできねえぞと。まあ人生のほぼ全部を配信に載せてるわけですよ。そうそう。それで見に来てる人が配信外でやれってどういう見解なんだろうと思って。石野とも配信で出会ってるし、 そもそもが、なんか変だなとか思って。ジェチ問題とか振られたら話すよ。振られたら話す。あ、1時間経ったんで、もしよかったら、アイテムで応援よろしくお願いします。ちょっと稼ぎたいんで、もしよかったらお気持ちいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ねえ、ありがとう、ガルーダバルーン。 おい、ソソ花火ありがとう。ソソありがとう。麦さん風船10個ありがとう。まあね、その、なんだろう。ラムネありがとう、ニヤコ。もう極端な話するとなんだけど、おお、コプチャンパフェありがとう。極端な言い方するとなんだけど、お、風瀬ありがとう、鉄間さん、ありがとう。意思の好き、意思の嫌いだけでいいと思ってんの。で、俺は意思の好きなの。みんなの中に嫌いな人がいるのは分かってる。それを好きになってくれとは言わない。ただ俺は意思の好きなんだ。みんなに何と言われようと。それだけだよ。一言で要約すると。俺は意思の方が好きだよ。なんだろう。不器用だけどキラキラしてるよ。ハートありがとう、ヤナラッキー。そう。俺は意思の方が好きだし。それだけ。なぜか気になってみちゃう。多分好きなんだよ。それを好きっていうか、いや、俺はあんま好きじゃねえなって言って毎日見るかの違いだと思うよ。ごましおさんいらっしゃい。風船10個ありがとう。配信者としてじゃないね。人として好きだね。極端な話。俺多分あいつが何かしらの形で出会ったとしたら、こいつかっこいいって思っちゃうな。配信者でたまたま出会ったけど、たまたま出会った手段が配信だったけど、かっこいいなって思うね。生きにくいだろうね。あいつはかっこいいよ。初見さんなのに、バカじゃない。バルーンありがとうね。楽しんでってください。あれだよ、初見さんとか特に気使わないでいいよ。楽しかったらアイテム投げてね。なんか先出しされちゃうとさ、プレッシャーかかるからさ。ステラさんありがとう。そうそう。楽しかったらでいいよ。俺は商品先に出したいタイプだから。ねえ、まあ、面白かったから。って言って、なんかポケットに入ってる500円とかベチって俺のおでこに向かって投げて、あーっつって、頑張ったなっつって、賽 銭を俺に投げて、つまんなかったらそのままそっとして帰っていいから、先に俺は飯食ってもらいたいタイプだ。飾らないよね。よく30まであんなまっすぐ生きれたよな。あれをまっすぐというのかどうかわかんないけど、30過ぎてまであそこまで尖って生きてるってかっこいいけどな。で、実際今日会ったら別に何とも思ってなかった。周りが心配してるだけでさ、本人全然聞いてなかったからね。へでもなかったよ。投資家 K さんいらっしゃい。
もったいないよね、うん、もったいねえよな花火。花火、そうなんだよな。だからあいつはさ、その、なんつうんだろう、損して得取れっていう概念はないから。俺は損して得取れあると思うの。その、無料の人でもずっと見てくれてることによって力に変わると思ってんのよ。呼び水っていうんだけど。まあ、桜とかいう変な言い方もあるかもしれないけど、俺は呼び水っていう、なんかこう言い方が好きなんだけど、無料でも実は人間一人一人が持ってるパワーすごくて、100、無料で見てくれる人100が1000になったかな。絶対にすげえって思うから。アイテム飛ばない1000人見てるやつすごいと思うから。で、そんなのがアイテムもらえないはずがないんだよ、1000人見てて。1000人見てたらバンバン飛ぶんだよ。っていう風に俺は考えちゃうけど。だからその、みんなに見られるパワーさえつければ食えない理由がないっていうか。俺はふわっち来た時それを感じたけどね。うん、石野とは誰なのですか。あ、タイムシフト見るとね、わかりますよ。もしくは僕の YouTube に動画残ってるんで、過去の動画をクリックしてみてください。和道枠も石の枠も花火投げたら負け、イライラさせたら勝ちのゲーム枠。和道は最近雰囲気変わってきた気がするけど、石の枠は相変わらず見せもやぼや。あ、まあリスナーさん、例えばさ、そのこけしさんが言ったさ、和道って一回リスナーリセットした方がいいよって言葉、実は響いたんだよ。和道、リスナーの数は多いけど全然アイテム飛ばないじゃんって。和道は生まれ変わった方がいいよって言ったの覚えてる？リスナー一回リセットした方がいいんだよって。和道は、和道のリスナーさんはアイテム投げたら負け、和道を苦しめたら勝ちみたいな空気感ができてるよって。で、和道生まれ変わろうよって言った一言嬉しかったんだよね。なんでかっていうと俺が気づいてたことだから。あのね、正直、俺はずっと悔しかったの。閲覧もそこそこあるし、なんだろう、配信者としてそんなつまんねえことやってるわけじゃないと思ってて、そこそこ面白いことやってると思ってて、でもアイテムが飛ばないってさ、結局さ、なんだろう、悔しいじゃん。じゃあうちのリスナーさん貧乏人ばっかりなのかよって。そんなことないと思うんだよね、うん、でもまあ俺の不徳の致すところだと思って、俺は他人を変えようっていう考え方嫌いだから、うん、自分が変わるしかないじゃん。だから閲覧があってそこそこ面白いかもしんないけど、アイテム投げるまででもねえなっていう価値観なわけじゃん。そこはもうちょっと頑張るよ俺。和道の物差しで測れば和道は、僕は和道より下。え、何、俺物差しで測ってないよ。ザベッドジさん、遠回し因子の完全否定してる。しないよ。PC から、あ、ありがとう総督さん、バカありがとう。石野くん好きだったけど昨日の放送はないわつって。あ、バルーンありがとう、ごましょうさん。まあ1000人、まあ極端な例えだけどね、1000人っつうのは、まあ配信の最高峰っていうかさ、閲覧1000人集められたら俺は本当に大手だと思ってるから、ふわっちで。俺は稼いではいない。俺別に稼いでるやつがすげえとは思わなくて、俺はいつも言ってんだけど、あのさ、サベッジとさ、自分、俺が言ってないことを勝手に解釈すんのやめて。俺ちゃんと質問されたら言うから。俺は稼いでるやつが偉いなんて言ってねえよ。俺はいつも言ってるけど、楽しそうにしてるやつが最強だっつってんの。無敵だっつってんの。最強の上の概念が無敵なんだよ。金持ってなくても、金持ってても、笑ってるやつには勝てないんだよ。俺はだから楽しんでるやつがかっこいいと思う。金じゃない、自分の価値観を俺の言葉に置き換えないでほしい。俺は笑ってるやつが最強の上の無敵だと思ってる。で、勝ち負けとかどうでもいいの。もっと言うなら、先日アンチコメがワッと湧いた時に新しいリスナーが戦ってたのを見て、ワッと枠も変わってきてるなと感じてる。あー、なんかが足んねえんだろうな、俺の枠は。何かが足りないんだよ。大手さんと圧倒的に何かが足りないんだよ。多分ドルさんと
俺の違いがそこに1個だけあるんだと思う。もうね、紙一重だと思うの、俺とドレさんの違いは。でもね、圧倒的な何かが足りないんだよ。それはね、なんか心構えとかなんだよ。なんか1個の、俺はまだ手に入れてねえな、ドレさんが手に入れたもの。でもそれ手に入れたらなんか強くなれる気がすんだよな。頑張ってるよ。もう1個だと思うの、大手になるためには。中堅最後の砦だからなんかもう一個手に入れたら強くなれる気がするけどね、なかなか手に入んねえな。5年やっててまだ大手になれねえから。石野の言う通り、浅井さんは神ではなくただの障害を持った老婆なのでしょうか。俺の考えを聞いてるんですか、ヨッスーさん。俺の考えですか。パチンコに使っちゃうっていうか、俺パチンコやめたよ。ちなみにのんちゃん言ってないよね、パチンコ寝てるし。パチンコやめた俺。あ、俺の考え、俺は別に浅井さんはすげえ人だと思うけど、はじめまして、椎名さん。俺パチンコやめたね。それでスケボー買ったんだよね。スケボー買ったから行ってないし、今月行ってないね。俺的に和道さんや加賀谷はプロたち、職人的。あー、確かにね、職人気質かもしんないね。だいたい配信論語るやつは職人だよねめんどくせえうんちくたれるタイプだよ、うん、っていうのも、なんで俺らが配信論語るかっていうと、配信しかやってねえんだよしばらく。だってさ、朝起きてアラジン行かないね。アラジン全然当たんなくなっちゃった。すげえ当たってたのに。たまたま運が良かっただけなのかもね。もう、しかもひどいんだよ。もうやめようと思ったのがさ、自分が座ってた台、あと3000円で10万枚ぐらい、10万円ぐらい出ちゃってさ、そんなのが2、3日続いて、もう大移動したら取られる、大移動したら取られると、もう、ああ、ダメだって。俺もう冴えてねえと思って。もう向いてねえわと思って。俺はジャグラーやんない。高架機動隊。もうでもやめたけど、くだらねえと思って。いまいちまみさん、初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてってください。和道です。よろしくお願いします。いや、4号機の時代がどうとかってあんまないよ。俺、生活保護だったから、しばらくパチンコやってなくて、今年入って、要は生活保護抜けてからたまに遊んでたんだけど、うん、まあね、うさばらしでやってた部分あんだよ、正直。配信もストレスたまるじゃん。ねえ、金持ってたから、いや今日ちょっとパチンコ行ってダラダラしてくるわってやってたの。だけど金も無駄だしさ、うん、だったらスポーツやってうさ晴らそうと思ってスケボー買ったの、うん、昔よく八方美人と言われて自暴自棄になった。ああ、俺は全然嫌われまくってるからな。嫌われる人って物事の言い切りがズバッとしてる人なんだよ。好き嫌いって言うから敵を作るんだよね。うん、俺もどちらかっていうと好き嫌いはっきりしてる方だから。私、和道さんと少し会ったことあるけど、少し話しやすかったよ。そう、俺に会ったことあんの。へえ、いつどこで会ったんだろう。あ、話しやすかった。あ、よかった、ありがとう、フォローしてくれて。どこで会ったのか分かんねえけど、申し訳ねえ。それもいい手ですね。いや、生活保護あんまおすすめしないけどね。やっぱ良くないよ。去年会った？どこで会った？もうなんかリア突人数も200人近くになったから全然覚えてねえわ、申し訳ねえ。去年どこで会った？去年？ありがとうね、なんかフォローしてくれて。浅草？浅草、うん、ああ、三社祭りかな。三社だ、多分うなちゃんマンの三社祭りだ、多分それだと思う。パチンコとタバコは依存症に気づいた時にやめられると。俺は別にタバコ全然やめる気ないけどな。
まあ、なんだろう、パチンコはまあ依存症だよな。ニコ生からフォローしてた。ごめん。なんかごめん。髪の色いいでしょ？ハゲてるけど。この深い赤好きなんだよね。温かみあるか？ありがとう。お金も残りわずかで都内で一人暮らしをした場合、仕事もなくすぐに受給申請は受理されるのですか？仕事があるかないか、障害者手帳を持ってるか持ってないか関係ないですね。所得、世帯の所得によって生活保護が受理されるかどうか判定基準です。あるんだ、温かみ。なんで追い出されたのか、俺が追い出したわけじゃないから、俺からは答えらんないよ。申し訳ない、みゆさん。そうそう、家庭で受けるもんだから、家の構成で受けるもんだからね。ゴミは黙れ。いや、喋るよ、仕事なんだから。生活保護はあんまおすすめしないかな。なってみると俺の言ってる意味わかるよ。だらだら無限にただ飯が食えるだけだよ。自分も3年ぐらい前に黒い着物風の和道さんにお会いしたことがある。古っ。好青年でした。多分和道さんの記憶にないと思いますが、ごめんセラさん、ないわ。ごめん。でも黒い着物風っていうかね、それは持ってるんで、間違いなく僕ですね。セミナーかな？セミナーの時かな？わかんないけど。生保は夢がないっていうか、楽だよ。ただ生きてるだけで辛かったよ、俺は。ただ生きてるだけ。買いたいもん買えないし。惨めだったけどな。まあでも助けられたからな。日本に生まれてなかったら死んでたよ、俺は。まあ配信業で食えてるのは俺はすげえかっこいい。すげえ最高の人生だと思ってて。俺はなんか誇りに思うよ。本当にこの仕事で食っていけることと、これからも食っていきたいと思うし、配信全体に貢献していきたいと思うね。なんか配信でトップになりたいとかないけど、正直ない。トップとか誰とも競いたくないから。だけど、なんかこの配信業って中に和道っていう人がいたっていうぐらい貢献したいかな。古谷実の漫画？ 俺はお金よりも価値のあるのは時間を手に入れることだと思ってて、時間と場所に制約されない仕事っていうのを突き詰めていって、この仕事を選んだのね。お金が稼ぎたかったわけじゃないんだよ。それこそなんか運よく稼げちゃったと思ってて、ありがたいことに、多くのファンの人に恵まれただけなんですよ、僕からすると。僕が一番手に入れたかったのは自由だったのね。お金ではなくて、自由な時間と場所に制約されない仕事。で、なんでかっていうと、睡眠障害を抱えてたから、普通の仕事は無理だっていうのと、ストレスをかけない仕事と、あとやっぱりどこにいても仕事ができるっていう仕事をしたいと思ってたから、いろいろ考えたら、YouTuber とかブロガーとか。だけど、一番向いてなさそうなのが配信者だったの。一番向いてないのどれだろう。配信者だなって。じゃあ一番向いてないもんやってみようと思って。一番食うのが難しそうなのが配信者だったんだよね。おい、こんばんは。こんにちは。バタフライテールいらっしゃい。運が良かったよな。配信業、ふわっちで確立された部分はあるよね。多分250人ぐらい食えてるんだよ。ありがとう、椎名さん。もしよかったらフォローして。
ベゲタミン A ってなんだろう。フォローありがとう。造形作家、クリエイターさんかな。すげえな。フォローってどこ押すの？携帯電話で見てる？椎名さん。フォローはどうやってやるんだろうな。多分携帯電話で見てたら画面の右上に3本線のボタンが出てくると思うんですよ。そこかな。ちょっと待って、今見てみる。3本線、違うな、どこだろう。携帯電話だよね。お、サバカいらっしゃい。ちょっと待って、携帯電話で見てるので OK で、左下の人のマークを押してください。そうするとフォローするってボタン出ません？左下の人のマークっていうか、左下のオレンジを押して、フォローありがとう。で、フォローするっていうのが出るんで、フォローボタンを押してください。フォローをするって。プロフィールの名前の下、サムネの下にフォローするって出るんで、それを押してみてください。左下の人のマークを押してフォローする。それでフォローできる。やってみて、椎名さん。ありがとう。フォローありがとう。してねえのかよ。お、長島ドルシゲさんいらっしゃい。フォローありがとう。あ、フォローじゃない。風船ありがとう。あ、椎名さんフォローできたね。ありがとう。これはね、お気に入り登録みたいな感じ。ありがとう。フォローありがとうございます。じゃあ次枠、もう10分ぐらい話したら次枠は英語のレッスンやります。僕は1時間に1回英語の勉強してるんで、1日1回。英語やろう。あ、いいよいいよ、全然。授業参観？いいね。頑張って。いってら。
はい、頑張ってね、お仕事。いってらっしゃい。頑張れー。頑張ってー。仕事頑張れー。YouTube でしか見たこと。YouTube で見たことあったの？俺のこと。ありがとう。ありがとう。何の動画見たんだろうね。ロハコさんか、はいはい、ごしゃぶ事件だね、多分ね。ごしゃぶ事件だ。頑張ってください。僕も頑張ります。閲覧者たちの励むのも生主の仕事？ 風船ありがとベゲタミン A 飲んだことない人は正直不眠症じゃないと思うけどね。俺ハルシオン飲んでたね。ハルシオンとあと、なんだっけ、赤玉ってなんて言うんだっけ。赤玉ってなんだっけ。ハルシオンとデパスだっけな。なんだったっけ、赤玉ってなんだったっけ。はい、まいちゃん、ありがとう。バーガー2個ありがとう。バルーンありがとう。なんだったっけ。これだ。赤玉がベゼタミン A アンチじゃないよ。なんつったっけな。エリミンだ。エリミンが体に合わなくて、ハルシオン飲んでた、俺は。エリミンね。ワドさん大変そう。でもあれだいぶ前だよ。もう2年ぐらい前の話だよ。2年前の動画とかでしょ。マイナーしか飲んでない。マイナーがわかんないよく。処方された薬しか飲んでないから。マイナーなのかメジャーなのかよくわかんないよ。不眠症じゃなくて、俺は睡眠障害ね。俺が持ってるのは不眠症ではないですよ。睡眠障害です。ありがとう、ハートありがとう。そういや俺配信生主としてまだ全然配信してねえわ。あ、そうなの。ハートありがとう。じゃあリスナーだね。薬物飲んどるか。今やめたね。ろれつが回んなくなるし、頭ぼーっとするからやめた。なるべく飲まないように。たまーに飲むけどね、寝れないときは。トランキライザーの種類知らなくて睡眠障害って言ってるの。はい、そうですけど。何か。知りません。僕は薬剤師でも医者でもないんで分かりません。知りません、正直。私も以前自律神経乱れるからあれこれ服用したけど、今漢方薬。漢方薬いいかもしんないよね。それでこそね、生姜でも舐めてればいいんだよね。
薬は良くないなと思って、頭バグるね、頭いかれる、脳が溶けるね。そのガンガン気持ちよくなっちゃうし、ガンガン落ち込むの、なんか起伏が激しくなるから、太陽当たろうと思って、それよりも散歩した方がいいわって思って、散歩したら運動するようになってる。重度ではないって言ってるようなもんだよ。なん、病気自慢、気持ち悪いからやめて。めんどくさい絡みが、処方された薬飲んでただけだから。で、薬自慢とかいらないから別に。なんか俺の方が強い薬知ってるとか、俺の方が強い薬飲んでるとか、どうでもいい。競うつもりない。ああ、わかんない。俺は合わなかっただけ。俺は合わなかった。B 型ですね、血液型は。まあ脳が溶けるよな、単純に薬は。そういうなんか実感はあったよ。あ、このまま続けてたら脳みそいかれんな俺みたいな、やられっぞみたいな。そういう感覚みたいなのあったかな。まあ体に合わなかったんでしょう。あと600円ぐらい稼ぎてえな。まあ気づくっていうか、合う合わないでしょ。薬が別に体に合う人もいれば体に合わない人がいるし、なんかそこはまあ個人個人だと思って、薬全部が悪いとなんて全然思ってないよ俺は。たまたま俺が合わなかっただけ。頭ぼーっとするし、起伏、感情の起伏が激しくなるし、別に薬が悪だって話じゃないよ。まあね、病院は何するのが仕事かって言ったら、病名つけるのと薬出すのが仕事。わかんな。 手術、外科以外は、こういう病名です、お薬はこれを飲んでくださいっていう場所だと思ってるから、逆にさ、お腹が痛いんですっつったら、いやもうあれだよ、大丈夫だよ、寝たら治るよって言った方が不安じゃない？いや、薬出してくださいよみたいな。病名は何ですか？わかんないわ。つって。腹痛じゃない？つって。そっちの方が不安じゃない？院長。腕が痛いんです、関節が。つって。あ、大丈夫。唾つけときゃ治るよ。つって。痛み止めください。つって。絶対嫌だ。薬なんか出さない。つって。出せよってなる。そこはくれよって。さっき言ってた、ワドに足りないのは爆発力。そこ薬出すでしょ、院長。はい、チャチャリーヌいらっしゃい、楽しんでって。そうそう、薬をもらいに行くところだと俺は認識してるかな。病名つけてもらって。はい、そうそう、お花火ありがとう。そうそう、いつもありがとう。 You are number one。 知り合いのお医者さんが、鬱は鉄分飲ませると良くなるのに、それじゃ儲からないから薬を出すって嘆いてました。へえ、鉄分なんだ。へえ。鉄かじろうかな、今から。鉄分が足りないんだ。え、それ面白いね。鉄分のサプリ飲んだらいいのかな。へえ、ちょっと試してみようかな。
あ、でも最近うつじゃないんだよな、俺。あ、でもね、俺やったらアサイー飲むの。アサイー鉄分豊富じゃん。関係あるかもね。アサイー飲んでるときは確かに、減らんないかもしんない。ヘム鉄？ヘム鉄。あー、トメさんありがとうございます。もしよかったらフォローしてください。Thanks。Thanks。初めて聞いた、俺も。鉄分といや、ほうれん草も好きだね。鉄分ほ、アサイーめちゃめちゃ美味しくない？ふるったのアサイーが好き、俺。ほっときゃ治るっつうか。俺ね、メンヘラ、これ、偏見があったらごめんね。偏見じゃなくて、素人の感想なんだけど、メンヘラの人がろれつが回らない印象じゃん。だけど、若いメンヘラの子とか、子供のメンヘラの子で、ろれつが回んない人見たことあんまりないのよ。で、薬ガンガンしてるおじさん、おばさんとか、中年から、ろれつが回んなくなる印象なの。メンヘラの人って。俺、薬だと思うんだよね。偏見だよ、俺の、これは。俺は医者でもないから。ああ、鉄の薬もらってるんだ。だから、やっぱ、オーバーに取ると良くないんじゃないかっていう。これは俺の感想。大量に食わないといけないんだ。俺の感想ね。怖いの。なんでかっていうと、俺がろれつ回んなくなったら、アルコールとかね。そうそう。アルコールと精神薬一緒に取ってる人の喋り方ってあるじゃん。舌足らずっていうか、舌が追いついてない喋り方。あれになったら俺配信で雑談終わりだと思ってんのよ。アメリカ人の肥満な男の子いるじゃん。あれね、デブなのに栄養失調なんだよ。だから太って炭水化物ばっかり取ってて栄養がほぼないの取ってるから、デブなのに栄養失調状態なんだよ。いや、鉄分とかビタミンとか取れてないの。はい、こんにちは、北川 Z さん。面白いよね。アメリカ人の肥満のほとんど、肥満の男の子のほとんどが 栄養失調。ノンアルコール、ジュース飲もうよ。ノンアルコールビールとか何なの？意味がわかんない。もうお茶飲んだりとか、コーヒー飲んだりとか、コーラ飲めよっていう。俺だから、いつも言うんだけど、砂漠にワインとファンタあったらワイン飲まない。あ、じゃあ逆。ワインとファンタあったらファンタ飲むじゃん。絶対に。水って言ってワインとファンタどっちがいいって言ったらファンタでしょ。俺ファンタなの。ファンタの方が安いの。ファンタでしょ。もしくはコカ・コーラでもいいわ。コカ・コーラと日本酒があって、砂漠で喉カラカラで、日本酒とコカ・コーラあるけどどっち飲みたいって言ったらコーラだよね。安いの、コーラの方が。なんでジュース飲まないの？まあ砂糖水だけど。何なんだろう。あ、荒野は年取ってからね、喋りダメになりそうだよね。ファンタまだあるよ。大輔さんいらっしゃい。和道さんの雑談をラジオ感覚で楽しんでます。ありがとう。ありがとう。こうね、ロムセンさんでも挨拶してくれる人は大事にしたいなって思いますね。この人はこういうトークが好きだろうって言って計算ができるんで。今日は主婦が多いから下ネタの日だなっつって。おっつって。主婦は下ネタ大好きだからね。俺さ、女の子のひそひそ話大嫌いだったの、小学生から。何々くんがさ、こうやってとかやってるじゃん、女の子って。3人ぐらいで何々でしょうとか言って、俺あれ悪口言ってると思ってたの。でも何って、もうやめようよそういうのっていうタイプだったんだけど、ある日女の子に聞いたの。あれさ、中学校の頃とかすげえ嫌いだったんだけど、あれ何話してるの、女の子のひそひそ話って。あ、あれ下ネタだよ って聞いた瞬間、俺中学校時代の全部のひそひそ話が好きになったの。え、何あれ下ネタ話なの？うんって。あれ全部どぎつい下ネタだよって女の子が教えてくれた。そうなんだっつって。
それはひそひそ話すねって。本当それ、女の子がやってるな、こうやって何々くんでーとか、あれ全部どぎつい、いやエコー入れとこうかなと思って、それを聞いてからなんかハッピーな気分になったの。あれ下ネタだったんだつって、ラジオ感覚嬉しいっすね、ありがとうね。女の子下ネタ好きだよね。悪口じゃないよ、大丈夫だよって。あれ下ネタだったね、大輔さんね、知らない、男は知らないもんね、それはひそひそ話すよなって。うん、ねえねえ聞いて、ねえ和道くんのチンチンってすごい大きそうだよねって、わかる、すっごい大きいだろうねって、なんだよつって。それはああいうリアクションになる、整合性が取れる、下ネタだった。面白いよね、なんかハッピーな気分になるよね。全部あれ女の子のひそひそ話は全部どぎつい下ネタだと思ってる、うん、そしたら世界が変わるから。男の下ネタっていうか、ドレさんは下ネタ下手、ドレさんの下ネタは本当に下手で不快になる下ネタだから、あれはねやめた方がいいよ、ドレさんは下ネタ本当に下手。あのね、下ネタで一番やっちゃいけないことって自慢話なの。あのドレさんの下ネタって本人が楽しいだけでリスナーさん全然楽しくない下ネタなんだよね。だから今のも俺も下ネタなわけじゃん、でもちゃんと笑い取れるわけじゃん。ドレさんが下ネタ話してる時もコメント欄凍りついてるからね、うん、不快な下ネタ、そう女性に嫌われるのに気づいてないんだよね。俺スキンヘッドだった時代ありますよ、一人よがりっつうかさ、なんか俺は何人行かせるとか誰も聞いてないじゃん正直。なんか200人抱いたとかさ、300人抱いたとかさ、お前 AV 女優でオナニーした数カウントに入れてんじゃねえよって話だから、あれはもうひどいよね、統合失調症だよね。あれ結構俺本当にね病院連れてこうかなって思う時あるもんね、下ネタ話す時に。俺は250人抱いたんだよって、それはお前が持ってる棚に入ってる AV の数だろうって思わない？お前 AV 見た女カウントに入れてえよバカっていう、しょうもないよな本当に。いやどうなんだろうね、いや思うでしょ、ほんとどうしようもねえな、あの黒いでっかいチンコ。最近ね、日焼けサロン行きすぎてね、黒いチンコだったら赤焼けのチンコに変わっちゃったんだよ、ほんと赤焼け、赤焼けになっちゃった、ほんとに。本日2回目お茶吹いたね、こうやってトークのスキルあんだから。今日は千人切り豪語してた、もう病気だよ病気、ほんと病気だよ。うん、はい、ハートありがとう、こまねさん。いや何なんだろうね、あれは本当にいらないよね。いやどんだけ焼いてんだろうね、どんだゴキブリみたいね、最近ゴキブリに似てきたなと思ったんだよ、さなんかね赤むけてきたからね、何やってんだろうと思って。黒いチンコじゃない、赤茶色みたいな、なんか変な焼きすぎちゃう。なんかあのさ小豚の丸焼きみたいになってる、なんか赤黒くなって、焼きすぎた、なんか、あ、わかる？あの、小豚のさ、丸焼きって赤黒いじゃん。あんな感じになっちゃってさ。どうしたんだよ、もう本当に。だいたいさ、もう黒ければモテるっていう発想がさ、黒いとモテるっていう発想がもうバブルなんだよ。本当に。もう勘弁してくれよ、おっさん。本当。だってもう元気だよな、54歳になってヒサロ行ってさ、ジム行って格闘技やってんだよ、どんだけ元気なんだよ。もう本当、江戸時代とかだったらもう寿命だよ、あれ長老だよ、江戸時代とかだったらね。もう何やってんだよな、毎日毎日さ体鍛えてさね、え世界チャンピオンとやってんだよ俺っつってさ。うん、で今度ヒサロ行くんでしょ、何が何だか分かんねえよ本当に。野田照さん、初見さんいらっしゃい、
俺前期2時間ぐらいなんだけど、変かな。いや、変じゃないよ。俺もそれくらいするよ。あんなに限って小さいと思うが。どうなんだろうね。いや、羨ましいっつうか、元気だよな、ほんと。なんか、最近のさ、親父の世代じゃん。俺の親父の世代だからさ、これもう俺ら働かなくていいやってなんのよ、正直。この人たちが多分日本回すんだろうなって。あれ多分70になっても働いてるぜ。いや、どうなんだろうね。松崎しげるに行くか、たいめいけんに行くかね。いやー、すごいよね。なんかすげえよな、本当に。俺だって54になってさ、10代の女の子にさ、プップクプーとか送れないもんね。プップクプーとかさ、なんか、ね、イヤホーイとかさ。ああ、そうなんですか。ああ、どうもどうも。もしくはどれをマラに変えるとかね。どれのチンコ尿道とかね。そう、俺が今一番やりたい配信、靴墨をドレさんの全身に塗る配信だよね。どこまで黒くなるのかっていう。靴墨をずっとドレさんに。スタッフ10人ぐらいで。全身靴墨を塗って配信。ドレさんに。でもブラシでバーって磨いて光沢出して。いや、元気だよな。タイトルの件ですが、賛同。ねえ。いや、タイトルで思ったんだけど、まあ、アイテムをもらうのは乞食じゃないよっていう、もう根本的な話なんだけど、乞食っつうのはさ、空き缶を目の前に置いて何もしない人のことを言うんだよ。で、乞食って違法なの。パフォーマーに近いよね。だから、パフォーマンスをしておひねりをもらう人だから、根本的に違うよっていう。あの声聞きたい。あれはダメだよ。年に1回って決まってんだから。ドレさんの誕生日の日にしか流さない。ねえ、すごいよな。今ドレさんこれくらい黒いんだよ。俺のね、本革のさ、タバコケースあるけど、多分ドレさんこんな色だよね。ねえ、あれドレさんってなるもんね。ドレさんこれくらいだよね、ちょうどね。ねえ、いや、これくらいじゃない？これくらいじゃない？ちょうどこれくらいだよね。アイテムもらう、ドレさん？あ、違ったわ。タバコケースだったわ。ドレさん、元気っすか？あ、違う違う、タバコケースだわ。アイテムもらうのは乞食ではないが、アイテムをねだるのは乞食。ねだるのは乞食。さすがにここまで黒くないよ。ガルーダ、それは言い過ぎだよ。ガルーダ、それはアンチコメントだよ。ダメだよ、そんなこと言った。これ黒だから。ハートありがとう。乞食に物を渡すのは奉仕でしょう。少なくとも働いた尊いお金を渡してる。その点で僕はハート投げてます。はい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 。60代のおっさんが僕をまこっちゃんって呼んでって言われてドン引きしたことある。あー、なんだろうね。なんかおじいちゃんで、年取れば取るほどなんか可愛い、可愛いみたいなことを、可愛げを出そうとして気持ち悪いよね。なんだろうね、なんか年を取れば取るほどなんか小学生みたいになっていく現象。多分今、ドレさん中学生みたいなもんね。あれ、中学生だよ、話してること。ね、千人切りがどうとかね。マイカさん、こんばんは。こんにちは。ね、
俺はでも一番笑ったのはあれだよな、ローソン出してきた時は本当に笑ったよね。なんかセックステクニックをさ、もう1時間半ぐらい豪語して、でブランサバックしたの、もうきついわと思って、普通に飯食いながらドルさんの放送ロムって聞いてたら、ずーっと1時間半俺のテクニックはすごいすごいっつって、のんちゃんごめん、もう番 YouTube 見るわっつって YouTube 見たので、1時間番組 YouTube で見てドルさんの放送じゃあ戻ってみようって、もう話題変わってるから大丈夫だねのんちゃんっつったら、まだその話してたのよ。2時間半してたの。そしたらしまいにはさ、ソフトオンデマンドのローション出して、いや、このローションがよ、つってさ、赤いなんかソフトオンデマンドのローション出して、なんかこいつがすごいんだみたいな話で、なんかソフトオンデマンドからこいつ金もらってんじゃねえかな、みたいな。いや、あれはびっくりしたよね。この人何？ 3 時間ぐらいずっとこの話してたの？みたいな。よく花火投げるな、みたいな。ひどかったよ、あれは。俺、そのあたりからね、あんまりね、ドルさんの放送見なくなったんだよ。使ったね、あれは。でもね、あれだよ、もうドルさんの放送ってもうなんかネタ不足とかそういうなんか次元じゃなくて、なんかね、プロレスの話とね、なんか格闘技の話と、あとなんかほぼ下ネタだよ、あれ。毎日同じ話してるからね、本当に。なんの、なんかね、ずーっと同じ話聞かされてる感じだもん。そうそう、24時間バンになったの。アホだよね、本当に。ねえ、マジックミラー号あり得るよね。いや、ネタ切れでしょ。いや、それに比べて俺毎日毎日違う話やってるじゃん。ネタ提供してるじゃん。すごいフレッシュなことやってんのにさ、ソフトオンドレマンドっつってね。俺からするとね、しかもね、もう全然違うのよ。東京名器物語が出てきてない時点で、俺からするとにわかなんだよ。東京名器物語が出てこない すごくない？東京名器物語ってすごい名前でしょ？しかもさ、俺がさ、生まれて初めて使ったオナホールが東京名器物語なんだけど、いまだに売れてるんだよ。すごくない？俺ね、ほんと検索してびっくりしたの。俺が中学生の時初めて買って、もうそっからいろんなの試したけど、これだっていう、もうすごいのよ。で、そのアダルトショップに勤めてた友達に聞いたので、そいつオナホ係なのよ。そう、新作が出ると店長からオナホ試してこいっつって、分かりましたっつって、オナホソムリエになって同級生がいいんだけど、お前東京名器物語本当にすごいからって、お前すごいって言われてたので、その話をニコ生でやって検索したら、いまだにベストセラーなのよ。で、東京名器物語を知らない時点でにわかなんだよ。もうね、はっきり言ってテンガなんかファッションなのよ。だからルイ・ヴィトンみたいなもんなの、俺からすると。財布はヴィトンだよねって言ってる話に近くて、ああもうダメだこいつっていう、もうダメだってなるの。もうだからね、俺は信用してないよ、東京名器物語っていうワードが出てこない時点で。同じ話ループが安定するのかな。いや、多分年取ってるだけでしょ。多分ね、昨日話したこと忘れちゃってるんだよ。名前がいいよね。オナニーって何歳すっく。あー、コピちゃんね、もうそろそろ来るよ。もうそろそろ来るよ。今、小2の息子、小2ではしないけど、俺は早いって言われるよ。小4。俺は結構早い方だったね。小4だね。いや、来るよ、そろそろ。イカ臭くなってくるよ。息子の部屋が。小学生、高学年だと思っといた方がいいんじゃない？まあ、中学生では100だよ。中学生では100するよ。早いでしょ？小4は。みんなどれくらいだった？小4は結構早い方だと思うよ。小さい頃からスケベだったね。オナホと本物の違いって何だろう。女だから分かんない。あのね、これは言っていいことか言っていいのか分かんないけど、
オナホールはそのだから東京名器物語とかすごいよ。別物だよな。なんつうんだろう。だから女の子の言うところの、あれだよ、マグロみたいで美味しいってアボカドみたいなもんだね。 そう、女の子の言うアボカドみたいなもんだよ、オナホールは。小4だからおかずっていう概念がなかったかな。おかずっていう概念がなくて、もうチンコと向き合ってたよね、ストレートに。いや、エコーたまに入れたくなるじゃん。セブンティーンを買って試したら不評だった。こっちだからガルーダ、東京名器物語買って、俺とどれの違いが分かるから。東京名器物語ガルーダ絶対買って、でレビューして。もう彼氏から大絶賛されるよ。セブンティーンなんてね、もうね、バカじゃないの、本当に。にわかだよ、にわか。ローションなんだ、ローションね。ローション。だから、ローションは、だから、いいじゃん。ガルーダのラブジュースでいいんじゃないの。 ガルーダのラブジュースでいいよ。当時、スマートって雑誌の、チンカメってのを抜いてた。あ、チンカメ、未だに欲しいよね。チンカメは、抜けないかな、俺は。結構、その芸術的に女の子を可愛く撮ってるよね。こんな小さい本で売ってんだけど、チンカメは未だに欲しいもん。全巻欲しい。誰かチンカメ送って、俺の家に。アマゾンでポチって。くのいち忍法帳 ?3 種類あんの。洗車機に入った感じとは違うよね。ローションは別に普通のでいいよ。ちょっとカメラ目線。何?本は写真派?漫画派?いや、だから漫画派だったんだけど、だから、俺らの世代は、もう大輔なんかわかるってもう一言言ってくれるけど、もう桂先生がいたから。ね、大輔ね。桂先生っていう巨匠に育てられた世代だから、そう、世界で一番可愛い女の子を描いてたんだよ。出たーってなるでしょ?そう。俺らは恵まれてたの、本当に。桂先生。チンカメ良かったよね。ちょっと芸術的なんだよね。もうね、合図とかね、すごいんだよ、本当に。女の子の描き方の概念を変えた人だから。東京名器物語じゃないよ。東京名器。名器。名のある機械の木。名器。東京名器物語ね。名器って何よ。で、少女じゃない。合図なんだよね、俺らは。シャドーレディーとか。そう、だから、なんだろう。あ、俺でも、あれだよ。初恋の人、チュンリーだよ。ちょっとエコーが間に合わなかったけど。ちょっと俺が食い気味だったから、エコーが間に合わなくてびっくりしたけど。俺の初恋の人、チュンリーだから。これ分かるはずなんだよ。チュンリー。東京名器物語。絶対買ってね、ガルーダ。試してね。これ本当に。あ、Facebook、OK、今やるわ。Facebook 登録したい人、ぜひ申請飛ばしてください。よろしく。はい、OK。はい、OK、つながったよ。チュンリー、ストリートファイター2のチュンリーだよ。チュンリーだよ。東京名器物語が外れるなんてことはありえないから。俺が言うんだから間違いないよ。俺が言うんだから絶対間違いない。もう全幅の信頼を、もう本当にみんな試してごらん。
本当に騙されたと思って試してごらん。東京名機物語石野会ったよ、飯食ったよ、ツイッター確認して。チュンリーはすごかったね、衝撃だったね。名機東京名機物語、名機物語、逆さまになって、いやスピニングバードキックとかじゃないよね。なんかあの太ももが異常に太い女、チャイナ服、そしてあのこのポンポン、これ何あれ、これ何あれ、これだよね、これ、これとチャイナ服と異常に太い太もも、うん、あとブルマも良かったね、いやワクワクっつうか、だからもうスタンドバイミーだよね。俺ら小学生は林の中に行くんだよ、そう、木の枝を持って、でずぶ濡れになってパリパリになったり、ずぶ濡れになってるエロ本を探しに行くのよ。でんつってんでんでんでんつってんでてでんつってんでれてつってんでれてつってんでれてつってん、林の中にあるエロ本ってな、あれ誰が捨ててくれんだろうな、林の中にある。あれを捨ててくれるお兄さんとかおじさん。ねえ、あれは小学生のために、あれは林の中にエロ本を放ってるんだよ、多分。素敵な夢のあるサンタクロースか。ねえ、林のちょっと茂みの奥にパッて投げてくれんの。宝探しですよ。ワンピースって多分エロ本だと思ってるからね、俺。そう。多分海賊王になったら林の中でエロ本見つけるって話でしょ。東京名駅物語。カピカピだよ。ドブの溝にも落ちてたよ。レモンクラブとかね、ペンギンクラブとかね、懐かしいね。地区の清掃で河川敷回るよっつってダメだよ、ババア主婦どもが勝たしちゃうんだよ。だから林の奥の方に放ってくれんだよサンタクロースは。あのおじさんたち、夢のあるおじさんたちはババアが余計なことしないように、勝たさないように奥の方に放るんだよ、分かってんだよサンタクロースは。雨でびしょびしょに濡れてたのを見てた。あとお兄さんがいる同級生はエロ本、そのなんか偉そうなんだよね、ちょっと俺の家エロ本あっから来いよみたいな、なんかエロ本将軍っていうかね、ちょっとなんか男爵というかなんかエロ本男爵みたいな顔してるんだよ。あれすげえ頭にきたな。まあ言ったけど、お兄さんの部屋にあのエロ本、あの押し入れの奥にあっから取ってこいよみたいな、まだ帰ってこないからみたいな、なんで偉そうなんだろう、すいませんお世話になりますみたいなどうも拝見させていただきます、押し入れの方失礼しますってお兄さんの部屋の前で一礼して、3人ぐらいでどうもよろしくお願いしますって開けますって言ってカッ、すいません取ります、こちらでありますかつって、お読めよ、失礼します、うん、昔駅にあった有害塗装の箱に入れると、どっかの団体神社森とか、へえ。親父の AV 見て返す時にバレないように当たるか、ネッシーは本当にいたのか、お泊まり会と称してみんなでギルガメ、あ、ギルガメの世代じゃないんだよな俺、ギルガメわかんないな、トゥナイトとかワンダフルとかだったらわかるけど、いやもう昔のテレビすごいよね、おっぱい全然、だってバカ殿とかもう本当にひどいじゃんあれ、え、普通におっぱい出してたからね、バカ殿ゴールデンタイムで攻めすぎでしょ、志村けんってすごいよな、
通におっぱい出すかんね。そうそう、監督コーナーね。すごいよな。息子が無精した時なんて言えばいい。息子は無精しないから大丈夫だよ。息子が無精したら結構やばいと思った方がいいよ、コピちゃん。マジな話をすると、無精するやつは結構犯罪率高いと思った方がいいと思う。あ、危ないやつだから。要はね、オナニーをしないやつなんだよ。やばいやつなんだよ。結構危機感持った方がいいよ。それ教育が間違ってたと思った方がいいよ。マジで反省した方がいい。息子が無精をしたってことは犯罪した予備軍だから。犯罪率高いと思うよ。こじらせてるから、それ、コピちゃん。無精なんてさせたらダメだよ。え、そう思わない？無精なんてありえなくない？俺な、だって俺、生まれてから無精なんて一回もしたことないよ、俺。未だにないもん。無精ってあります？で、無精したやつやっぱやばいやつだと思うんだよ。なんか、ガリ弁とかさ。いじめられっ子とかだって。違うのかな？無精一回だけあるんだ。俺ないね。一回もない。人生で。だから、マジで無精は気をつけた方がいいよ。基本無精なんかないよね。だって、無精をするって確か4ヶ月とか半年とかオナニーしない状態だよ。腐るぞ。チンコ腐るぞ。そんな。危ないでしょ、だって。武田鉄矢曰く、春季にエロスに出会わない子はタナトスに惹かれる。何そのタナトスに惹かれる。日曜日の昼間のルーレット回して、飯島直子、山田マリア、スーパージョッキーで水着になったり。テレビめちゃくちゃだったよな、あの頃。あ、2時間経ったんで、もしよかったらご支援よろしくお願いします。アイテムください。オナ禁してたら普通だけど、オナニーを禁止する状況がわかんないの。何？クリスチャン？何？宗教的な何かを感じるんだけど。何なの？死への誘惑。あー、繋がるかもしれないね。あ、わかる。俺はだから、その、性癖こじらせて一回、その、死体にはまったことがあって。あの、死体雑誌ばっかり見て勃起してたから、あの、あんまり性をこじらせるとちょっと良くないよ。うん。夢で行く夢は見ます。ほうほうほう。素晴らしい。あの、東京名義物語、あの、レビュー書いてください。感想文を LINE とか DM ください。僕、あの、東京名義物語の感想レビューコーナーをちゃんと放送でやりますから。小児の息子の息子？そう。あ、パフェありがとう。いや、もう本当にね、お母さん、そう、知らないふりを徹底してくださいね。あのね、もうババアがね、エロ本、今はないかもしんないけどね、俺よく説明すんの。ババアが部屋に入って、その、エロ本を整理して、ベッドの上に必ず置くんだよ、ババアって。それ今で言うとどういうことかっていうと、息子のブラウザにログインして、履歴で FC2 のアダルト動画を整理して、デスクトップの上に貼る行為なの。その、直接リンクを上の方にやって、お母さん見てるよっていう。あれもう殺意枠ぜ、ババア。人の部屋に入って勝手に物をいじるなと。で今多分ガキどもこれなんだよ。これを見て、あ、息子の携帯だ、つって、あ、こんなエロいの見てるんだ、つって、とりあえずデスクトップの上の方に入れとこうって、バカじゃねえの、本当に、ババア。ババア、ほんと死ね。本当に良くないよ。そう、ネクロフィリアなのかもしれない。ハートありがとう。いや、レビューね、東京名記物語頼みますよ。いや、だってさ、ベッドの下に入れてたものをベッドの上に置くってどういうことだって話だろ。ババア。風船ありがとう。いや、母親ババアだろ。殺意枠ぜ、あの時。何なの？お母さん知ってるよってアピールなのかな？何なんだろうね、あれ。でも全員やるんだよ。やられたでしょ、大輔も。全員やるんだよ、ババア、本当に。何なんだろう。あ、ハートありがとうございます。
青少年オナニー推進委員会。俺はね、マジで言ってるんだけど、最近の男と女、セックス下手なんだよ。もう恋愛に関心がないの。最近の20代以下の子は。だから、ちょっとね、いいセックスを教えてあげたいんだよね、本当に。いい恋愛。ヒリヒリしてないんだよ、全然。傷つかないように、傷つかないようにしてるから、バカ野郎と。どんと傷ついてこいと。盛大に振られてこいと。もう、それはもう、なんだろう、青春やってこいよっていう感じなんだよね。だってさ、俺らの時よかったぜ、携帯なんてないんだよ。好きな、今さ、放送やってて、親フラだなんて言ってるけど、そんなもんじゃないかんね、ほんと。好きな女の子に電話かけるのに、親父と戦うんだよ。誰だ、お前は、つって。和道だよ、つって。娘を出せ、つって。娘なんていない、つって。ふざけんな、つって、もう、電話かけて。娘を出せ、と。そしたら、2回目の電話、大体女の子出んだよ。ごめん、お父さん出ちゃった、つって。教育しとけど。てめえんところの親父。そう、携帯なかった頃よかったよね。待ち合わせにさ、ドキドキしたりさ、前の日何回も確認したり、ラブレターとかさ。俺は親父と戦ったよ。娘を出せこの野郎っつって。お前になんかかけてねえよっつって。お前の可愛い娘を出せっつって。ポケベルは俺の1個上の世代。俺からもうなかった。俺はポケベルは知ってるんだよ。先輩がなんかダダダダダダダって打ってた。公衆電話にブワー並んだよ。ズダダ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 。北斗の拳みたいになってんの、もう。ズダダ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 みたいな。すげえと思ってたもん。俺携帯だったね。通貨の携帯だったね。エロ本の自販機とかあったよね。今ないもんね。だから大輔さんは多分ね、1個上の可能性あるね。ポケベルいじったことあんなら。1個上の可能性がある。でこう広がったんじゃなくて、今日髪を異常に上げてるんだよね、最近。楽しかったよ。恋愛を楽しんでたよ、昭和最後。すげえ楽しかったよ。昭和60年の3月とかじゃないですか。昭和60年の俺5月なんですよ。だから昭和60年の3月とかの可能性あるよね。1個上の世代。3月、2月、1月とか。早生まれってやつ。だからそうすると1個上の学年になるの。それだとポケベルとかあった。もしくは田舎の方に住んでたか。まだその携帯が普及してなくてポケベルがまだ生き残ってたか。ポケベル打つのすごい早かったんだよね、みんな。楽しかったなぁ、なんか。なんか、良き昭和って良かったなぁ、本当に。昭和ってなんであんな良かったんだろう。戻んねえかな、俺昭和にタイムスリップしたいよ。なんなんだろう、なんかキラキラした感じ、昭和の。なんだろうね、あの世界観。昭和ってすごい良かったよね。なんだろう、昭和に帰りてえな、俺。冷蔵庫の緑とかさ、良かったよね。オレンジとかの家電とかさ。なんだろう、あれ。フォローありがとう。昔に帰りてえな。昔の連絡は鳩。情報がなかったから差を感じなかったね。こじきできるのは才能。俺はこじきすらできない。配信者じゃない。なんか緑の冷蔵庫、なんか変な緑色だったな。昭和の製品ってさ、オレンジと緑と、なんかすげえ珍しい色なんだよ。昭和カラーっていうかさ、なんとも言えない。なんか多分プラスチックのさ、まだ製造技術がないんだろうね。全部同じ色だったのよ。わかる？なんか、緑っていうか、冷蔵庫緑だったよね。洗濯、なんか全部が緑と、変な緑だったじゃん。あとね、扇風機のブルーとか、透明のブルーがかっこよかった。なんかしら透明なものにブルーを入れてたんだよね。昭和カラー。なんか今のは全部かっこよすぎるよ、なんか。
黒とか白とか赤とかもう全部同じ色。はい、解放いらっしゃい。あ、一番最初の元彼の母親は何でも探る人だった。あ、だからね、なんか良かったよな。扇風機のハサミ目の隙間が広いね。あれ指飛ぶよねあれなんだろうね、明らかにダメだよね、あれ指絶対飛ぶよね。昔よく指飛んでたもんね、昭和なんかガキがさ扇風機に指突っ込んで飛ぶ事件、なんか夏になると毎年ね、また小学生の指が飛びましたっつってね毎年やってんだから、指入れんなっつってんのに、指入れんなって何回も言ってんのに、毎年言ってるのに指が飛んだ指が飛んだっつって。おお、ちいちゃんいらっしゃい、久しぶり。かわいいサムネだね。あったよね、毎年指飛んでたよね、小学生バカなんじゃねえかなと思ったもん。なんで指入れるんだよね、それ指飛ぶだろ。なんだろうね、昭和の人が考える未来の世界観が結構面白い。スーパーだからそれこそスマホぐらいだよね、その未来の。要はこれじゃん、トランシーバーなの。応答せよ応答せよじゃん、テレビ電話っつうかさ、これだけだよね、唯一実現したの。空飛ぶ電話もダメだし、スマホぐらいだよ、インターネットぐらいだよ実現したの、昭和の未来感っていうか。でもまあこのインターネットの魔力っつうかさ、インターネットの発展はまあすごいけどね、今が一番楽しいもんな。俺現代に生まれてほんと良かったと思うよ。現代に生まれてラッキーだよ。空飛ぶ電話、あ、じゃあ空飛ぶ車ねわかるだろうそれぐらいよ。空飛ぶ電話で何が悪いんだよこの野郎。ドローンがあるだろ、ドローンが。いや、いい時代だよな本当に。昭和にあったもの、あのね、俺あとね、あのこれ男の子だったらわかると思うんだけど、あの魚肉ソーセージの上についてたフィギュアめっちゃ欲しいんだけど。なあ、魚肉ソーセージの上にフィギュアあったじゃん。俺ね、今のフィギュアカラフルすぎると思うんだよ、ちょっと。もっとさ、な、金消しとかさ、ガンダムとかもさ、もうボテッとして全然違うんだよ。わかるでしょ、あの造形のなんか雑さ加減っていうかさ。あの頃のフィギュアが良かったよな。なんかドラゴンボールとかもなんか悟空とかがなんかずんぐりむっくりだったんだよ。あれが良かったのにさ、今のなんかもう完璧なんだもん。こんなね、フィギュアがなんかもう全部成功にできちゃってて。地震雷火事親父とかよく言ったよね。あと5、平成は外れだろう、どう考えても。おい、仕事頑張ってください。ハートありがとう。黒電話よ、ねえ、かっこよかったよね。黒電話はまあ手に入るんじゃないの。まあ使わねえだろうけど。なんかでもレトロなものとか、俺はね、大正のものとかもかっこいいなと思うんだよね。百貫デブも流行ったね。お前の母ちゃんデベソと百貫デブね。お前の母ちゃんデベソが果たしてディスなのかっていう問題だよね、うん、お前の母ちゃんデベソソースはって言われるからね今、うん、消えないのに消しゴムだったね。なんかやだよな、正論とか論破とかソースを出せとか、すげえくだらねえよ。正解なんか全員が全員あるんだよ。70億人いたら70億人の正解がある時代の方が良かったよ。なんかね、もうね、正しいとか正論とかもすげえくだらねえ今の時代。どうでもいいから、正常位だけじゃセックスできねえっつうんだよ。
和道さんのジーンズのストレッチって弱いの？簡単に言うと伸びない。一切伸びない、俺のジーパンは。ゴワゴワって感じ。硬い感じ。プッシュフォンでしょ？指で回す体験ある？あるよ。緑色のやつ。俺の家、あるよ。俺、昭和60年だからあるよ。やっぱ記憶。あと、これだよ。あーって言ってくれると思う。おじさん、おばさんは。ブラインド。俺、いまだに欲しいの。カーテン嫌いなの。俺の家、ブラインウィンドだったの。わかるでしょ？わからない、これ。こ、あれ良かったよな。あれ、俺、いまだに自分の部屋、ブラインド？ブラインドにしたいの。あれ、なんでなくなったの？なんでカーテンになったの？ブラインドじゃなかった？昔ってもっと。わかる？これ。これ俺だけなのかな？俺の家ブラインドだったんですよ。ブラウィンド？秘密基地とか最高だったよね。窓開けないの違う。こうカシャーってやるんだよ。カシャーって。見かけなくなったよね。俺の家ブラインドだったよ。今も売ってるの知って、高いんだよな。俺、自分の家のまあ見積もり出したら5万って言われたもん。あ、今もブラインドなんだ。いいね。いいね。ブラインドいいよ。かっこいいよ、あれは。ただ掃除が大変なんだよね、あれ。ほこりがたまるたまる。お前の母ちゃん、デベソは悪い、怖い悪口。ただの子供のいたずらと片付けられない泣くの意味があるからです、らしい。何それ。何時何分、地球が何回回った時。でもテンポ感いいよね。なんかラッパーっぽいよね。何時何分、地球が何回回った時っつって、すげえなんか語呂がいいよね。 バリーっつってね。何バリーって。 バリーっつって、縁がちょうっつって。あ、ブラインドってお金持ちだったんだ。ああ、まあ。ごめんね、なんか。低所得者のみんなごめんね。ごめんごめん。なるほど。だから、あれか。育ちがいいから。ごめんごめん。コスパ重視の世の中になってきてる。どの街並みも似てる。取締室じゃないでしょ。取り調べ室でしょ。取締室って何？取締室？なんだそれ。どんな部屋だよ。ブラインドに猫が隙間に入って使えなくなった。懐かしいもんいっぱいあるな。なんか懐かしいものいいな。なんか俺、昭和のだから最後の世代だね。だから俺、ゆとり教育をギリギリ受けてないから、ゆとり教育は俺の後の世代よ。俺はゆとりじゃない。まあゆとりの考え方してねえもんな。攻めまくってるもんね。これは昭和だよ。ゆとりなわけねえな。もうな、ゆとりの考え方は嫌いだもん、俺。カード出すは何かってドラゴンボールだね。だからドラゴンボールあと7枚でコンプリートだったもん。キラカードあと7枚でコンプリート。家にバッてあったもん。あれプレミアついてるぞ、俺の。もうガン消しもバンバンあるし、実家に宝の山だよ。ガン消しもとんでもない量あるし、カード出すのファイルに入れてあって、あと7枚でコンプだかんね。多分10万、20万するでしょ。俺32。昭和60年生まれ。1985年。プレミアでしょ。
あと昔の携帯電話、ガラケーはさ、機種がいろいろあって面白かったよね。N とか F とか。俺はシャープが好きだったんだけど、シャープがね、カメラの性能が異常に良かったんだよ。シャープはスペック高いんだよ。だからそういう、なんつうの、日本のメーカーでもさ、全然違う携帯電話があって、なんか面白かったんだよね。ソニーとかもすごいよ。一回り近く違うんだ。プレネついてるでしょ。俺は別に、だってラコステのポロシャツ着てたぐらいの子供だったからね。コンバースのトレーナーとラコステのポロシャツ着てたから。着メロ作ったりしたよね。シャープのカメラ良かったよね。懐かしいね。東芝が中小企業になるなんて考えてもなかったよね。まあ時代だよな。だってもうメイドインジャパンでかっこいいものなんかないもんね。昔の日本のさ、ラジカセから何から全部かっこよかったもん。あのね、日本人のかっこよさはボタンが異常についてるかっこよさなんだよ。わかる？無駄にボタンがいっぱいついてんの。もう使わねえよ、こんなボタンみたいな。それがね、すごいメカっぽくてよかったのにさ、なんだよ、このボタンのなさ。1個しかねえんだよ、ボタン。あるわ。横に結構あるな。1、2、3、4。4個かよ。個性あったよね、昔はね。ソニーとかも攻めてたんだよな。16番音どころか、俺らがまず感動したのはさ、256色のカラーが出た時ね。あの時、後藤真希とかの首のすげ替えのアイコラが流行った時よ。浜崎あゆみと後藤真希の、こっから上は、後藤真希、こっから上は浜崎あゆみなんだけど、全部おっぱいポロンの、なんか、アイコラって流行ったんだよ。要は画質が悪いから、首の付け替えが簡単にできたの。今で言うとモザイクだよ。今で言うともう浜崎あゆみも後藤真希もモザイクなの。わかる？だから、昭和のやつらわかんないんだよ。アイコラとかスタービーチとかわかんねえんだよ。スタービーチわかんないやつはもう話ついてこれないよ。俺の放送に。スタービーチわかんないやつはもう俺の放送ついてこれないよ。もうスタービーチナッツって言うから、うちのリスナーは。スタビーっつって。YouTube のチャンネル登録数すごい増えてるね。今日、だから石野の放送を見たい人が多くて、それでバーって増えたのよ。石野が今、ふわっちバンだから、映せなくて。ね、スタービーチナッツイとか笑いでしょ。そう。スタビ夏ってなるでしょ？だから、俺の放送はだから、キッズ向けじゃないってよ。R30 って言ってんのそこなのよ。30歳超えてねえと俺の放送つまんねえからっつって。スタビ懐かしいよね。MD とかも斬新だったもんな。え、音飛びしないの？みたいな。MD 良かったよね。石の番、1ヶ月番。夢と希望にあふれてたな、本当に。写メ投稿サーチは分かんないわ。魔法のアイランド。俺が初めて作ったのは魔法のアイランドだ。魔法のアイランドでサイト作りてえな。前略ブロフは最近だよ。だから前略ブロフじゃないの。俺らのところで、うわ、夏いっていうのは魔法のアイランドなの。でしょ、みんな。前略ブロフなんか最近のサイトだよね、俺らからすると。違うよね。魔法のアイランドだよね。魔法のアイランドってどこの会社がやってたんだろそう、魔法のアイランド、伏線。楽しかったよね。あれで HTML 覚えたもんね。すごいよね、今考えると。携帯電話で HTML 打ってんだもんな。そう、携帯小説とかの。そう。前略ブロフなんてもう、ゆとりだよ。
そう、アイモード出来たての頃。そう、インディーズバンド御用達だったの。だから俺はバンドマンだから、みんな魔法のアイランドでサイトを作った。その後にアメムロが大躍進だよね。スタビアすごいよね。ネカマ登録は絶対やるよね。モバゲーもガラゲーも時代ではすごい流行ってた。それは俺の後の世代だよね。だから怪盗ロワイヤルとかでしょ。だから昔のスマホゲームとか超楽しかったよね。なんか文字とかで作ったマップとかで 本当にひどいんだよ。携帯電話で文字とかで作ったマップとかになんか無理やりゲーム化してて、なんか攻撃逃げるとかしかなくて、それやってるだけで8万円とかの請求くんだよ。びっくりするよね。もう親父激おこだよね。おふくろ激おこ。携帯画面の中に文字だけで作った無理やりのマップでゲームすんの。で、8万円とか行くの。バカじゃねえのっていう。いや、すごかったんだよ、本当に、携帯電話。通信料すごかったよね。魔法のアイランド、角川が買収したんだ。へえ。角川ってなんか意外と IT 買収するの好きなんだな。ニコ生とかね。オワコンを買い取るの好きなんだね、角川って。 オワコンを買い取ってそのまま本当のオワコンにするまで飼いならすっていうね。すげえな、下手だな経営。 角川ダメだな。メール一回送るのいくらかかってた？メールが定額制になる前って結構かかってたよね。メール一回送るの。ショートメールが3円なんだよね。そう、しかもさ、違うんだよ。思い出した。受信するのも問い合わせするのにも金かかってたんだ。そうだ。自動で来るんじゃなくて問い合わせみたいなボタンあったよね。メール受信してるか確認しますみたいな。要はサーバーにコンタクト送るんだよ。それだけで金かかるのよ。思い出した、思い出した。なんか高かったよね。高山はどつ。ハンバーガー65円だったね。ねえ、メールいつ数円かかってたよね。センター問い合わせやってたよね。あ、俺ね、これね、未だになんだけど、これ本当に不思議なんだけど、当時、彼女からの電話が鳴る3秒前に俺分かってたの。これ本当に不思議なんだけど、3秒前に、あ、彼女から電話かかってくるわって言うと鳴るのよ。で、前からもう100%の的中率で分かってたの。だから友達にエスパーだと思われてたのよ。あ、今多分彼女から電話来るわ、ずっとピルピルピルって鳴るのよ。でもこれよくよく考えたら、多分ね、電磁波がすごい出てたんだよ。で、なんか知んないけど、俺が彼女の特性周波数の電磁波を多分察知してたんだろうね。多分強すぎたんだろうね、電波が。そう思わない？じゃないと整合性が取れないんだよ。本当に彼女が電話かかってくる3秒前ぐらいに分かってたの、俺。多分ね、電磁波が強すぎたんだよ。で、体がなんとなく分かったんだよ。その特定周波数を。P メール分かんないね。光るで、アンテナ、先光で分かってた。光るアンテナつけてなかったね、俺。パケリセ教えてくださいが多かった。E メールを送信するようにお金を世界中に送れる時代はすぐそこ。いや、多分ね、金っていう概念と労働っていう概念、もうすぐなくなるよ。多分、俺らがじいさんになる頃になくなり始めるっつうか、今、転換期なんだよ。もうね、仕事自体がなくなると思ってる、俺は。古いんだよ。そう、働くっていう概念が。ただ、コンピューターにやった方がいいの。携帯は鳴る数秒前に電波で通信する。多分それを感じ取ってたんだろうね。100%彼女だけ分かんの、電話鳴るとき。当時終了ボタンを押さずにバッテリー外すと通話料かからない。へえ。おなつさんはどっち？こんばんは、こんにちは、こんべいとうさん。仕事はなくなるだろうね。いや、なくなるでしょ。だって役所の仕事とか全部マイナンバーで管理してコンピューターにやらせたらいいんだもん。タッチパネルでできるんだもん。だってさ、ああ、じゃあ書類取りますね、発行料いくらでじゃなくて、住民票ってやったら全部出てくんだよ、その場で。できるんだけど、お金を回すために無理やり働かせてんの。っていう仕事っていっぱいあるの。そ
人類を食わせるためとか経済のために本当はこっちの方がいいんだけどっつってゆっくりゆっくりやってるの。機械にやらせた方がいいもんなんていっぱいある。例えばアマゾンの仕分けなんかさ、人間にピッキングさせるよりもさ、そう、100年だからそれをゆっくりゆっくり変えてってるだけなんだよ。ただ宅配なんか全部ドローンでやればいいんだから。でしょ？あ、電波良くなるシールとか売ってたよね。ああ、そうそうそう。YouTube の見方わからなかったので、マンスリーから動画見れました。あ、僕の動画はこれです。ちょっと皆さんにお願いがあるんですけど、今後石野くんとコラボするときはこっち側で放送するんで、これチャンネル登録よろしくお願いします。これです。この URL、チャンネル登録絶対しといてください。石野くんの回を見逃したくない人は。よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。そう、急に変えるとまずいんだよ。ゆっくりゆっくり変えないとダメ。ゆっくりゆっくり。でも頭のいい人たちは分かってんのよ。でも超格差社会になるんだよ、これから。超格差社会になるから、お金っていう概念はなくなるよ。なくなるっつうか変な話なんだけど、多分ベーシックインカムみたいな制度が入って、多分その労働を趣味でやる時代になると思うの。だけどお金の給料はあんま良くならなく、すっごい低賃金になるの。でお金以外の価値観っていうのがどんどん生み出されていくのよ。そのなんつうんだろうな、例えば配信業なんてまさにそうなんだよ。だってさ、よくよく考えて、もう俺分かってんだよ。これって仕事じゃないんだよ。もう分かってるんだけど、あえて言ってないだけなの。みんなも分かってるんだよ、頭のいい人は。これ仕事として絶対あり、成り立っちゃいけないビジネスなの。これ貴族なんだよ。だけど、もうお金がだぶついてて、若い者がやることなくて、アルバイトで一生懸命働いてるやつよりも、遊んでるやつの方が金つかめる時代になってるの。何の格差？多分、そのお金はブワーって格差が広がる。超負け組と超勝ち組しかいなくなるの。で、超負け組が9割になるの。ね。で、働かなくてもいいようになるの。で、今度は価値観になってくるの。何を生きがいとするか。それがツイッターのフォロワーなのか、動画制作なのか、何なのかわかんないんだよ。それは人それぞれ、音楽とか。配信業はなくならないどころか、どんどん勝つ。むしろ未来どんどん勝つと思ってる。それは何でかわかんないっていう人はわかんないけど、説明が聞きたかったら説明するよ。配信業どころか YouTuber とか配信者っていうのはもう未来の芸能人なのよ。もう絶対勝つの。勝ち続ける。なんでかっていうと、それはね、配信者で有名になったことあるやつだったらわかるの。もう一生食いっぱくれないよ。日本はもうすでに格差社会だね。そう、気づけてないのがオワコンなのよ。働かなくてもいいんだけど、今度苦しみがまた生まれるのよ。今度何やっていいか分かんない人たちが出てくるの。そうだね、ストリートパフォーマーと一緒だね。要は今度はね、多分ね、ほんとね、フォロワーがいるかいないかの概念がどんどん広がっていくと思うよ。で、フォロワーいるやつはガンガン稼いじゃうようになってくると思う。だからあの時あれやっとけばよかったっていう時代来るよ、多分もうすぐ。あと10年先は配信者やっとけばよかったねっていう。センズみたいなものはできないかな。人間の寿命ってもう決まってるのよ。ね、人間の最高齢の層って変わってないの。寿命は長くなってるんだけど、実は最高齢まで達してる平均値って変わってないのね。だから多分ね、110歳とかが限界なんだと思うよ。120歳いかないぐらいが。それ以上先の寿命はない。飽和状態はないの。飽和状態にはなるだろうね。だから、要は参入障壁がどんどん上がっていく感じになる。だから、無理よ。俺は、ギリギリ、残れた。俺は正直、食いっぱぐれはないところまで来たと思ってる。何やっても。淘汰されないんだよ。と思うでしょ、院長。されてなくない？全員。過去有名になった人って有名であり続けてるでしょ。過去有名だったのに食えてない人ってほとんどいないでしょ。
そういう世界なんだよ、インターネットって。一回名前が売れちゃうと有利なの。これ先行者利益って言うんだけど、内臓入れ替えが無理なんだよ。なんでかっていうと、血管と心臓と脳みそなので、血管なんだよ一番は。血管が老朽化してくるでしょ。血管全部入れ替えること無理じゃん、脳とか張り巡らされてるから。だから俺は無理だと思ってる、今の現代科学では。今後残れるか、残れるだろうね俺は。まあ10年後見ときなよ院長さん、芸能界で一発屋いるよ、配信者もいるよ。だけど俺一発屋タイプじゃないじゃん。どちらかっていうとひな壇芸人のその品川庄司みたいなタイプじゃん。あいついつもなんかひな壇にいるなみたいな、いつもなんかテロップ出してるなみたいな、わかる、そういうタイプなの。フリップ出しちゃうタイプ、次のコーナーはっつってワンコーナーもらってるタイプだから、そう、オワコンっていう概念がないんだよ。終わり終わり終わりって言われててもずっと生き残ってるでしょ。でどんどん新人が出づらくなってるんだよ、確率論的に言うと。であとは分散化が始まってるよね、サイトの数が増えて分散化が始まってる。うん、不老不死はまだ先だね、まだ死なないはちょっと無理があると思ってる。だからこの世界ってさ、長くやってればやってるほどさ、 YouTube とかさ、ネット上に記録が残っていくじゃん、悪口だとしても。だって俺未だに五社部事件で飯食ってるようなところあるよ絶対あるでしょ。あ、 YouTube で見ました、初見です、動画見てました、あー、ありがとう、どの動画、ロハコさんですって 100% だもんね、もう聞かなくても分かってんだよ。YouTube の動画で見てました。初めて見ます。どの動画って聞かなくても分かってるんだけど、あ、どんな動画でした、って。あ、ロハコさんです。って。俺の動画じゃねえよ、それ。俺の動画じゃねえ。おっさんとキスした動画が未だに言われるんだから。だって、野田総理と俺同い年だもん。だから見えてる世界が一緒なだけなのよ。要は平成と昭和の入れ替わりの時期。今俺らのすごいところって何かっていうと、スーパーファミコン、ファミコンとか、その世の中を変えたブレイクスルーした商品とか全部見てきたの。インターネットも携帯電話も全部生まれた時から見てんのよ。だからある程度その未来の変革みたいな時期に生まれてるから見えるのよ。そうだから、その野田と俺のトークが似てるんだと思う、未来トークっていうのは。世代の問題、これは俺らが頭がいいって問題じゃないの。世代としてそれを体感できてるのよ、昭和の一番いいところから。アイテムありがとう、パフェありがとう。そうそう、ブレイクスルーしてるところ見てるから。だから近い、だから俺らの世代に大手が多いの多分そこだと思うよ。鮫島さん一個上、香川さん一個上、関慎吾がタメかな、関慎吾、野田総理、俺とか、あと石川紀之とか。要はね、この辺ってその IT の移り変わりの中で流れみたいなものを体感で味わってるから、その分かるんだよ。そう、得なんだよ、すごい。そう、昭和の古い良き文化も知ってるし、平成の移り変わり、なんかこうダメになっていく感情も全部見守ってるから。だからどうやっていったら、それは上の世代だね、上の黄金期。そうだから昭和60年前後は当たり年って言われてんだよ。当たり年なんだか外れ年なんだかよくわかんないけど、なんか隕石がロシアかなんかに落ちてゴミくずウイルスが日本に飛来したんだよ。だからゴミくずがいっぱい生まれちゃったの。そう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 、みどりさんとか金梅さんの40、要は昭和バリバリの当たり年と、ナムヌシに当たり年があるって言われてんの。ハンターハンターみたいだよね。10年に1回大量にハンターが生まれる人、年に1回しか生まれないって、あの設定好きなんだよね。まあ顔出しは当たり前どころかさ、だって中国の大学の講義であるぐらいなのよ。 YouTube で稼ぐためにはっていう、 YouTube 的な動画配信とかで稼ぐ授業があるぐらい。
ゆいがさんもその世代かな、上の世代だね、当たり年の。だからね、上の世代の方がもっとサブカルっぽいんだよ。もっとコアな方に行くの。みどりさんとか金梅さんとか尖るんだよ。キャラが、なんつうの、古臭いっていうかさ、がっつり昭和なの。ちょっと俺らは、なんか、なんつうの、ひねくれてるっていうか、斜に構えてる感じはある。その 世代的に。向こうの方はね、キャラがガンガン尖っていくスタイルなの。ゆいがさんとか、みどりさんとか、金梅さんってキャラ一点押しタイプでしょ。なんかキャラ作るのうまいんだよ。もう一発勝負っていうか。俺らはね、なんかね、ちょっと知識人ぶりたいみたいな。なんかかっこつけたがる年なんだよね。日本でも専門学校で YouTuber 育成やるらしいよ。香川さんは俺の1個上。33。俺らの世代。お宝っていう言い方かどうかわかんないけど、まあ奇跡だよな。ちょっとだから尖ってるし、ヤンキーっぽいっつうか男気タイプなんだよね、意外と。男らしいところある世代なんだよ、上のタイプ。先輩肌っていうか、俺ら先輩肌とかないもんね。ああ、そうだよね。縦社会だよね。やっぱり。先輩後輩関係結構重んじる世代だよね。俺らないもん、そういうの。なんか先輩後輩とかダセーみたいな。そういう世代だから、先輩後輩って言っちゃうことがまずダサい系の世代なのよ。だから、フラットにやろうみたいなところあるよね。でもね、40代の世代の人たちってやっぱ生意気なやつとか絶対許さないみたいな。なんか喋りもしないみたいな。そう、割り勘世代よ。で、体育会系なんだよね、ちょっと上の世代は。俺らそういうとこあるよね。なんか早く生まれたから何なのみたいな。むしろそれ言ってるのダサいよみたいな雰囲気だったよね。そう、まるまる先輩っていうのがダサいっていうか、何々くんみたいな。あるよね。それはまあ世代が持ってる時代のキーみたいなものだから否定はしないし、そういうもんだと思ってるから、やっぱり40代の先輩には、なんつうの、そうした方がいいっていうのは分かってるよ、俺らは。世代的に。この世代うるせえなっていう。この世代は、下手に出ないとうるせえタイプだなっていう、めんどくさい世代だなっていう印象の。で、むしろ、そっから下、今20代とか、要はゆとり世代になってくると、もうダサいとか、かっこいいとかじゃなくて、もう関わらないっていう。そもそも関わらないっていう。だから、俺からすると全員コミュ障なんだよ。今のゆとり世代って。あれ、ただの全員コミュ障状態だから。もっとひどくなってる。先輩後輩かっこ悪いよ、フラットに行こうよっていう世代から、そもそも俺ら人と関わんねえからみたいな。一人遊びすっからみたいな。とりあえずスマホでゲームするわみたいな。ワドさん、ミサイル怖くないの？怖くないね。例えば俺がミサイル止めるなんかスーパー能力持ってたら怖いと思うよ。飛んできたら俺が止めないとみたいな。スーパーマン的な。俺が戦うんだよ、ミサイルと。俺たった一人で。それだったら怖いよ。俺がやらなきゃみたいな。だってミサイル飛んできてもさ、やめてとも言えないし、俺が止める力がないんだもん。俺がキム・ジョンイルとマブダチ電話でもしもしっつったらスカイプかけてやるよ、今。おい、ちょっとお前やめろよって。お前、キム一族わかるよって。
わかるよって。ミサイルちょっとやめろよって。なっつって、俺今電凸かけてやるけど、繋がってないんだもん。俺の LINE 上にキムいねえんだもん。しょうがねえじゃん。やらせとくしかないんだ。マイアン、こんにちは。アツシさん、どうもどうも。バカありがとうございます。いってらっしゃい。じゃあ、どうしてリッスンって呼ばれてるかって、そういう野暮なこと聞かないの、アフリカさん。俺の放送見てないのが悪いんだから。若いうちに転ぶ経験から大人になったから対処できない。ミサイルで一瞬で蒸発するならそれはそれでいいな。いや、だから止めようがないものにビビってどうすんだよ、みたいな。もう極端な話、ミサイルよりヤクザの方が怖えかんな、俺。怖くない？ミサイルよりヤクザの方が怖いよね。みんなだったらさ、ミサイルより奥さんの方が怖くない？ でしょ？奥さんの方が怖いでしょ？奥さんいる人は。そんなさ、身近に怖いもんがいるんだからさ、ミサイルなんて全然怖くねえよ。俺で言ったらアンチの方がよっぽど怖えわ。今回ミサイルは日本にいる能力者が当たらないように協力したらしい。ああ、やっぱね、日本にいる能力者はすごいからね。さすがな、俺もそうじゃないかなって思ってたんだよ、ビリーさん。そうだよね。日本にいる能力者たちがこう念を飛ばして、こう、よけろよけろっつってね。あ、やっぱそうだったんだ。俺もそうなんじゃねえかなって思ってたんだよね。あ、本当は落ちる予定だったんだよな、多分ね。もっと言えば会社の上司の方が怖い。そうだよね。そう、怖いものっていっぱいあるからね。食中毒とかね。深爪とかの方が怖いよね。ささくれとかね。 そもそもミサイルを作る資金と道具を提供したやつらこそ問題すべきなんだが、そこにも誰も突っ込まない。いや、俺も能力者は大事にしていきたいよ。みんなで守ってこうね、能力者をね。怖がらせることが目的だから、恐怖を振りまかないことが重要。っていうかね、俺だからニュースやめてテレビやめたでしょ。で、面白いのが、俺知らないんだよ、そもそも。ミサイルがどうとか。俺、北朝鮮がやんやんやんやしてんの、最近知ったのね。コメント欄で全部判断してんの、俺。もういいやと思って。何にも怖くないよ。怖がらされてるだけだからね。テレビみんなやめてごらん。びっくりするよ。何にも怖くねえよ。で、怖がろうが、怖くなかろうが、ミサイル落ちた時はもう終わりだから。どっちでしょう。だったら、ね、テレビ見て無駄に怖がらせらんない方がいいじゃん。情報は選ぶ時代だよ、今。自分に必要のない情報を与えられるのやめた方がいいよ。選びな。こいつといて楽しいわとか、こいつ勉強になるわっていう情報だけ取りな。何の意味もないから。そう、テレビがいかに煽ってたかわかるよ。私の高校の時はサッカー部の先輩がいつ部室に来るかわからない状態で、先輩が来た時直立してなかったら蹴りまくられるところから部活が始まってた。おお。回り回って米日の軍事産業。いや、だからまあ安倍さんすげえ追い風だなと思って、奇跡的じゃん。やっぱね、共和党政権と自民党政権がタッグ組んだ時は、なんかすごいよね。だって小泉政権の時もそうだったじゃん。テポドン落ちるぞ、テポドン落ちるぞってずーっと、ね、小泉さんやって、ね、支持率バンバン上げてたじゃん。あれってあれだよ。あれでは政治に利用されてんだよ。国民ビビらせると、長期政権になるっていう手法なんだよ。だから小泉さんの焼き回しだよね。もうすげえラッキー。安倍さんはやりたい放題だろうなと思って。安倍政権はラッキーだよ。あ、そうだよ。安倍さんはラッキーだよ、ほんと。運いいよ、今回。ただ、それよりも俺、グーグルの方がちょっときな臭いと思わなかった、前回の。グーグルのサーバーの方が俺怖いよ。だってさ、グーグルが誤作動でしたっていうことで言ってるけど、俺、グーグルが誤作動するわけねえと思ってるから。絶対社会実験やったでしょ、グーグル。だから、一個の会社が国の機能を止まらせられるんだよ。あれ、ちょっと多分テストやったんだよ。日本でちょっと、
さあ、まあこんな感じでちょっとね、メール送ったらどうなんだろうみたいな。Google が1個の国潰せるっていうことを証明しちゃったからね。そっちの方が怖えよ。なんでそこに気づかないんだろうっていう。ミサイルなんか当てても得なんかねえんだから。そうそう、恐怖で支配なんてもう昔からやってるもん。くだらねえよ、本当に。やめた方がいいよ。花火くれ。3時間経ったから花火くれ。唐突で申し訳ないけど、花火をくれ。もしくはアイテムをください。俺から言えることはそれしかない。それ以上もそれ以下もない。俺からのメッセージは。どうぞよろしく。花火ください。そう、たまに本音出るから、1時間に1回本音言わせて。花火が欲しい。どうかよろしく。どうぞよろしく。今後とも末永く。いや、乞食だよ。いいよ、別に乞食でも何でもいいわ。だが断る。断るんかい。頼むよ。頼むよ。食ってけねえんだよ。 お願いしないと食ってけねえんだよ。花火攻撃とかね、北朝鮮から来ないかな。ファイアワークス。安倍さん持ってるよな、本当に。でもなんか世界政府がシナリオ書いてんじゃねえかなと思うよね。でも戦争はマジで起こると思うよ。ほんと第三次じゃないけど。戦争は俺は起こると思ってる。起こらない方がおかしいよ。で、日本人戦争強えから。日本って戦争弱いと思ってるバカがいるの。外交が下手な国は戦争強いから外交下手なんだよ。こんだけ戦ずっとやってた。くさ。こんだけ戦やってた国ね。くさ。どっかの配信サイトでやるのはどうなったの？まあね、いろいろあるよね。はい、ありがとう。風船ありがとう。この先どっかで起こり、っていうかね、中東で普通に戦争やってるからな。なんかさ、ISIS とかさ、ISIS とか戦争じゃないと思ってるバカがいるんだよ。あれびっくりするよね。テロだって言ってるけど、あれ戦争だからね、普通に。ただ、戦争だと安保理とかいろんな関係、国連とかの関係で、戦争ができないからテロリストだって言い張ってるだけだからね、あれ。あれ戦争だからね、普通に。バカありがとう、テストさん。まあ、現代の戦争は違うだろうけど、手段選ばないっていう国民性で言ったら、俺は日本人強いと思うよ。日本人に核なんか持たせてみ、ブチギレた時、押せ押せってなると思うよ。多分。こんな傾きやすい国ねえんだから。感情的になりやすいっつうか、普段温厚なのよ。でも、どっかに落ちてみ、ミサイル一発でも。北朝鮮なんかすぐ根絶やしにすると思うよ。もう、憲法9条パッて改正して、パッて行けっつって。自衛隊うわーっつって。日本人ってもう傾きやすいのよ。な、危ない国民性は持ってるっていうのを覚えといた方がいいよ。この俺ら、そういう人種っていうか、同胞意識強いから、日本人は。一発どっかやられたらガッていくよ。だって震災とか起こっても団結力すげえじゃん。なんかあった時の団結力やばいんだよ、日本人は。危険な考えじゃなくて、そういう国民性なの。だからね、ずっとそうなわけじゃん。危ねえんだよ。ベッキーの時と、ベッキーの例え、そこで出すの。国の有事の話をしてたのに、ベッキーの問題出してくるの。まあ、ベッキーもそうなんだよね。びっくりした。ベッキーの話か。だってさ、どう考えてもアメリカに勝てるわけないじゃん。行こうぜってなる国なんだよ。どう考えてもアメリカに勝てないの分かってても、関係ねえこの野郎っつって。やばいでしょ。
どんだけ好戦的なんだよっていう。いや、めちゃめちゃ好戦的でしょ。だってさ、バルチック艦隊破ってんだよ。ありえなくない？ 俺ね、未だにね、なんか日本の歴史ってすごい面白いのが、どんだけこの国民って好戦的なんだって思うもんね。パールハーバーとかめちゃめちゃ怖かったと思うよ。本当に。浮気芸人のパイオニア。まあ、アメリカにはめられたとしてもさ、よく喧嘩売るわ、みたいな。すげえよな。イケイケどんどんだからな。半端じゃねえよ。根性があるかどうかじゃなくて、その災難が降りかかった時の団結力とか、思想のガッて傾き方がすごい、振れ幅がある。普段興味がないんだけど、グワッていく。ドイツとかもそれに近かったと思うよ。だからヒトラーみたいな、ああいう政権とかになるのは分かるもん。国民性に似てるんだと思う。まあ、だって日本が一番やりやすいもんね。アメリカを挑発することができて、アメリカと外交するカードが欲しいわけだ。だから日本が一番やりやすいよね。絶対反撃してこないわけだし。だって戦争されても戦争絶対先制攻撃しませんって保証してる国があるんだよ。韓国のどっかに落ちてみ？戦争になるじゃん。絶対になるのよ。ただ日本の場合は、どんだけ仕掛けられても先制攻撃しませんって言ってんだよ。そんな日本に投げるでしょ。初見さんいらっしゃい、ベコさん。もしよかったらフォローしてください。そうそう、追いやられるとガッていくタイプなんだよね。まあ日本にね、やるだろう、そりゃ。絶対手出さないっつってんだから。意味がわかんねえよ。ただ、次の日の会見面白かったね。ミサイル飛ばした次の日の、キム・ジョンウンの、ジョンウンだっけ？の、なんか、今までの過去の清算をしたとか言って、許してやるみたいな。すげえなと思って。戦後賠償とかしなくていいんだと思って。なんか、なんで上から目線で許してやる目線だったのかって。いや、他の国は怒りそう。どうだろうね。まあ、中国の駒みてえなもんだからな。ね、許してくれてありがとうだよね。なんか、これでみそぎだみたいなね。なんなんだ、もう。日本は反撃するっつうか、まあ憲法を変える流れにまで持っていけたら安倍さんは万々歳だよな。安倍がトランプと勝手に約束してしまったしな。朝鮮への戦争参加。だから日本も標的に。どうなんだろうね。あ、フォローありがとう。まあ、戦地は日本になるかもね。まあまあ、すごい国だよ、本当に。安倍は憲法を変えて歴史に刻みたいだけでしょ。まあまあ、政治家はね、名前変え、残したいわな。まあ、なんか気なくせえよな、本当に。まあでも戦争、この何十年も戦争起こらなかったのが不思議なぐらいなんだよ、本当に。でもね、俺はね、本当にこれ思うんだけど、平成って、ね、平和になるって意味じゃん？平成って。結界がついに来年破られるわけですよ。俺これマジでオカルトなんだけど、平成天皇って、要は平和だけを祈ってこの年号をつけたって言われてるわけじゃん。この禁をついに破るわけですよ。俺なんかあると思うよ。この平成っていう終わりとともに戦争起こると思ってるよ。
もう。はい、こんにちは。次の年号は和道だからね。知ってた？みんな。次の年号和道が来るんじゃないかっていう噂で持ちきりですよ、和道リスナーの間では。和道1年、和道2年、和道3年。ないか。和道元年ですよ。さすがに不謹慎だから、俺さすがに固定班変えるけど、平成時代では戦争するわけにいかんということか。なんかだからもう、だから能力者、さっきも話題に出たけど、能力者たちがミサイルそらしたけど、俺天皇陛下がそらした一人だと思ってるから、天皇陛下がやっぱりこうミサイルの軌道をそらせるって言って、こう他も義母愛子とか江原とか大川隆法とか、いろんなその能力者が、池田大作先生とかがカッてやって、こうミサイルがフーってこう、本当はあんなに飛ばなかったのに、フーってこう全体的にね、そう そう、いやね、でもね、その天皇陛下がこうね、生前退位をされるっていうのはなんかあるんだよ、多分。激動の時代が来ると思うよ。あ、義母さん死んじゃったの？マジか。UFO とかなんかオカルトに行かないよね、最近ね。瀬戸内寂聴とか、もう全然本当にありますよ。フェミニストですから、なんて言ったって。フェミニストですからね。我々が毎日乗ってる通勤列車だって、毎日同族をミンチにしてる。言っちゃダメなやつだよ。山手線で毎日2人ぐらい死んでるからね。そう考えるとすごいよね。毎日引き殺してるんだもんね、山手線って。すげえよな。ほぼ毎日誰かを引き殺してるってすごいよ。引き殺してるというのか飛び込んでるというのか、それはどっちか分かんないけど。こんだけ人がいたらそんなもんか。不謹慎だな、まあや。 不謹慎だよ。今ではニュースもならない。そりゃそうだよね。人身事故ランキング見てみようか。人身事故ランキング。だってさ、その人身事故って言い方をしてるけどさ、電車と人がぶつかったらどうなるかわかるでしょ？東京行きたい。いや、行きなよ。止める理由あるか？俺が止めると思ったの？やめとけって。東京には絶対来るな。 命がいくつ足りないと思ってる。いく命がいくつあっても足りないぞって言うと思った。いや、来なよ、東京行きたいなら。 止めねえよ、俺にそんな権限ねえわ。行きなさいよ。電車の前面ガラスに頭から刺さっていくと、何それ、超やだ。電車に飛び込んだ人は同情しない意見が大半なのを見ると、現代は病んでるなと感じる。いや、俺自殺者3万人は超やべえ国だと思ってるよ。10年間で30万人死んでんだよ。やべえよ。遺族に請求行くのかな、わかんない。なんで遺族が払わないといけないんだよな。意味がわかんねえよな。
初見よろしくお願いします。もしよかったらフォローしていってください。ああ、まあ韓国ももう病んでるよな。いやでも日本も多いと思うよ。自殺者はゼロにしたいなって本当に思うね。その自殺が肯定されてる国っていうか、当たり前な国がちょっと怖い。なんか自殺は良くないでしょ。死にたい人間なんていねえんだから。初見さんいらっしゃい。生きるのが辛いわけでしょ。生きてるのが死ぬことよりも辛くなってる人間がとんでもない数いる。しかもさ、それって遺書が見つかって確定してる自殺だけで3万人だから、7万人ぐらいいるっていう噂なの。失踪者とか特定失踪者とか含めると10万人ぐらいいるんじゃねえかっていう。で、10万人マックスでいたとしたらさ、10年間で100万人死んでんだよ。やべえだろ。もうちょっとね、これはやばいと思うよ。死にたいから死ぬっていう短絡的な考え方がよくできるね。死にたい人間なんていねえだろ。生きるのが辛くなってんだよ。ちょっと想像を働かせたらわかるわけじゃん。死にたい人間なんていねえだろ。もう死にたいから死んでるんでしょっていう、なんかそのネットに落ちて Google に上がって、なんかヤフー知恵袋のトップに来そうなさ、もうね、俺ね、もう本当に嫌なんだよ、正論論破。もうね、はっきり言う、 Google 検索してググって1位から3位に書いてあることは俺のコメントにいらねえから。 俺のところに書くコメントはあなたが考えて、あなたが感じて、あなたの喜怒哀楽、嬉しかったこと、気持ちかったこと、辛かったこと、悲しかったこと、あなたが考えたこと、ググって出てきた情報なんか俺が勝手に調べるから。Google なんかいらないよ。もう Google に書いてあることが正義だと思ってるやつ、ほんと頭悪いよ。助けらんないから死なせてやろうぜ。まあそういう考え方もあるか。自殺は減った方がいいんじゃねえかなと思うね、さすがに。自殺は減った方がいいんじゃねえかなっていう。むしろ俺がやり合いたいのは、Google に載ってないことを話したいの。Google に載ってることを話して何が楽しいんだと思って。わかる？この考え方なんか嫌じゃない？ググったら出ると思ってんの、それ誰？ね、Google に書いてあることは正しいことが書いてある。 Google の上の方に出るのは正しいと思ってることじゃなくて、より多くの人がそうだろうなって思って共感を得たものが出てるだけの。だからマジョリティ至上主義って書いてあるけど、まさにそうなのよ。で、それは正しいと思うことじゃなくて、多くの人がそうだろうなって共感したものなわけじゃん。そんなもん面白くも何ともねえんだよ。でしょ？ただベストセラーなだけなんだから。で、ベストセラーで面白いもんなんかねえよ。そう、ググって出るものをいちいち言うっていうのはダサいことなんだよ。当たり前のことを当たり前に言ってるだけなんだから。だから多くの国民はそう、これが正しいであろうって言ってることだから。Google に正解なんかねえよ。だからインターネットも昔はさ、そのカウンターカルチャーだったわけじゃん。そのテレビとかもう大手に対するカウンターでやってたけど、カウンターじゃないんだよね、もう。もうただのメディアっていうかさ、ただのその支配装置に変わっちゃったんだよね。なんかすげえつまんなくなった、ネットが。なんかその尖ってねえ。めちゃめちゃマイルド。インターネットとかなくなってもいい。よし、マヤン、パソコンとスマホをぶん投げよう。君が住んでるマンションから、てーいってこう投げよう。
川とかにバシャーンって。それはいいぜ。それ動画投稿しよう。インターネットやめますっていう。それ面白い。Google より Facebook とかインスタの時代になりつつあるよね。まあだからその情報、要はつながりだよね。もういらない情報はいらないっていうか。二ちゃん全盛期はもうすげえ面白かったろうね。カオスだったろうね。あるからやってるだけ。タバコやめられないのと一緒。俺インターネットめちゃめちゃあってよかったと思うんだけど、なくなっていいと思ってないかな。そもそもインターネットがないと俺仕事になんねえかんな。それだけは否定できねえわ俺は。インターネットなくなったらめちゃめちゃ困るわ俺。明日からどうしようだよ。本当に明日からどうしようだかんな。花火とかそういう問題じゃないの。もっと根幹な問題だからな。どうやって生きてこうだからな。生きてく自信全然ねえわ。友達どうなりましたか。チャンネル登録していただければ僕の動画が見れます。チャンネル登録玉屋さんよろしくお願いします。動画に全部残ってるんでよろしくお願いします。わかつ。インターネット普及で便利になったことが多いけど失ったことがたくさんあるから。何を失ったんだい君は。まあやインターネットで何を失ったんだい。フォローありがとう。聞きたいね、何を失ったのか。聞いてみたいね。ちょっと面白いくだりだったね。仕事とか自由とかを奪われた人多いでしょ。俺逆だけどな。俺インターネットで自由手に入れたけどな。まあ失った人もいるのかな。どうなんだろう。俺は結構ネットのおかげで手に入れたもの多いから感謝してっけどな。ね、仕事インターネットに仕事取られる。なんだろうちょっとよくわかんねえな。インターネットで取られた仕事なんだろう。新聞とか、印刷業とか、生身のコミュニケーションは減ったね。なんかつながってるって錯覚してるもんね。悪魔のシステム、かっこいいこと言うね。俺ら、じゃあ分かった。今日からもうそれかっこよすぎるから委員長採用するわ。インターネット禁止。インターネットっていう言葉禁止。俺らはインターネットのことを悪魔のシステムって呼びます。はい、正式採用。インターネットのことを今日から悪魔のシステムと名付けます。インターネットって言ったらブロックするから、俺らは悪魔のシステムって呼ぼう。旅団はかっこよくない？悪魔のシステムっていちいち言うの秘密結社っぽいじゃん。いや、インターネットっていう言葉を悪魔のシステムに変換しといて、ちゃんと辞書登録しといて何でも通販で買えるから便利だよね。言論統制、いや悪魔のシステムあいつ、あの和道の枠何なんだって、いつも悪魔のシステムについて語ってるぞなんか怖いよねって、隠語使ってるよって。
悪魔のシステムが世の中を変えたんだよ、悪魔のシステムは俺ら毎日利用してるよね。悪魔のシステムの発展が楽しみだね。こう、悪資質だよね。あいつら悪魔のシステムについて毎日語ってるぞって。何なんだ悪魔のシステムって。もう、新規はビビるでしょ。アクシスについて。今日も悪魔のシステムについて語ろうか、つって。悪魔のシステムがなかった頃は不便だったね。すごい枠だよね。悪魔のシステムによってつながった我々、面白いですね。ああ、正しい使い方だね。そう、悪魔のシステムが我々を呼び寄せ、我々を引き合わせたのだよ。アクシスが。アクシスのおかげで我々はつながっているんだよって。なんか本当に秘密結社っぽいな。一つの用語を変えるだけでこんなにも秘密結社感が出るとは思わなかったわ。総督、アクシスを知らないにわか者、いきなりブロックでしょうか。インターネットっていう、なんか、くだらない、つまんないことを言うやつはブロックだよね。やっぱり我々クラスになると、インターネットのことを悪魔のシステムと呼ぶから。悪魔のシステムで和道さんを知りました。 やべえ枠だな。悪魔のシステムでね、買い物も便利になり、経済は、活動的になり。 悪魔のシステムなしでは生きられなくなってしまったね、我々は。 すごい枠になってきたな。カルト的な何かを帯びてきたな。アクシスだよね。いや、なんかこう、でも漢字が入ってた方がかっこいいじゃん。悪魔のシステムってちゃんと言いたいよね。でも悪魔のシステムで人の心は繋がったり、実際には癒されない。なんかいいね。なんだ、この枠どんどん良くなってきたね。悪魔のシステムもね、人は繋がったりね。実際にはね。悪魔のシステムって一体何なんだろうね、本当に。個人情報流出とかの問題もあるからね、悪魔のシステムになると。 悪魔のシステムにより、フワッチを召喚、和道さん降臨。本当に悪魔のシステムだね。ああ、バーガーありがとう。アクシスバーガーありがとう。 Google のこと、今日からガーゴイルって言おうじゃん。 まあ、悪魔のシステムだから、Google のこと今日から僕らはガーゴイルと呼びましょう。もっと秘密結社感出しとこう。ガゴってこい。Google をガーゴイルに言い換えると多分もっと秘密結社感が出るはずだから。ガーゴイルで調べてきなさい、つって。ガーゴイルシステムを起動しなさい、つって。Yahoo は何にしようかね。ヤフーの隠語も決めようか。初見からしたらもうとんでもないわけだよね。なんかテロリストがいっぱいいるぞみたいな。ああ、バルーンありがとう。初見からしたらやべえぞ、この枠。ギャフン。アップルは何だろうね。アップルは何がいい？毒リンゴ。公安監視されるだろうね。なんか悪魔のシステムについて、すごいサーバーがパンクしてます。漆黒の騎士 VS 悪魔のシステム。 よくわかんないよね。悪魔のシステム起動しました。
テレテテテレテテレテテン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 。でもエヴァンゲリオンとかってそんな感じだよね。なんか、あ、パフェありがとう、椎名さん。あの、エヴァンゲリオンってなんかいろんな専門用語使ってるだけだけど、別に大したことないからね、あれ。ね、多分、俺らが今言ってることみたいな、悪ノリが悪ノリを呼んだんだよね。エヴァンゲリオンの面白さそこだろう。エヴァンゲリオン見てえな。はいはい、また来てね。政治家の話も専門用語やめてほしい。政治家の話っていうか、官僚のさ、その法律の作り方って汚いよね。あ、日本語のようで日本語じゃないからね。テニオ派って言うんだけど。パシフィックリムはエヴァの実写だよな。パシフィックリム見てないんだよね。芦田愛菜が出てるやつでしょ。面白いのかな。はい、ワードツー、ペイいらっしゃい。ペッペペッペッペペッ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 、ストロングさん、初見さんいらっしゃい、フォローよろしく。パシフィックリム面白いんだ。てか芦田愛菜怖いよな。あの子、あの子人間多分200回ぐらいやってるよね。あの子くっさ頭いいんでしょ、芦田愛菜って。なんか学歴もいいんだよね。すごいよな。じゃあ私の配信はそろそろ終わりにしたいと思います。今日も一日ありがとうございました。10時間ぐらい配信したかな。ぜひぜひ、初見さん楽しんでいただけた方はフォローをしていってください。じゃあ皆さんお疲れ様です。おやすみなさい。じゃあ最後にね、おつって書いてくれた人を読み上げて終わりにしたいと思います。ガルーダさんお疲れ様です。ガルーダさんお疲れ様。風船ありがとうね。バンピさんお疲れ様です。マイアンお疲れ様。イングリッシュ今日いいや。ストロングさんお疲れ様です。タマヨさんお疲れ様です。お、こけしさんバーガーありがとう。自分さえ良ければいいさんお疲れ様。大仁田淳さんお疲れ様。矢野ラッキーさんお疲れ様。なんて読むんだろう、恋かなかな、恋かなさんお疲れ様。マーヤンお疲れ様。ペヨお疲れ様。シーナさんお疲れ様。マキルーパフェありがとうお疲れ様。コアイさんお疲れ様。解放バーガーありがとう、バーガーじゃない、風船ありがとう。解放お疲れ。ソソ花火ありがとうお疲れ様。ペさんバーガープレゼントありがとう。それじゃあ皆さんおやすみなさい。悪魔のシステムライフを楽しんでってください。引き続きお疲れい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。